よろしいかな、えー、2021年3月のあ、こんばん <laughs> こんばんは。しょうがないね。こんばんは。青森 P さん、こんばんは。えー、3月4日木曜日の雑談配信です。えー、皆さん、ご機嫌いかがでございましょうか。ああ、3月ですね、えー。卒業シーズン。 卒業旅行とかしちゃダメだよっていうので緊急事態宣言が2週間延長されるという形になったそうです、えー、オリンピックは海外のお客さんを呼ばないで開催するという方向で、えー、動いているそうですねいやいやいや大変だと思ってるんですけどそんな中、えー、信号、えー、バカのことをなるべくこうバカにしないように いいうう言言葉葉とししててバカでららせられるっていう言葉を考えました <laughs> この方はバカで荒らせられるのでっていうので言うとなあ,あんまりこうね水戸黄門みたいにあの水戸三つ国公で荒らせられるみたいな感じでいいんじゃないかなと思ったんで、えー、今後皆さんどうぞ使ってってください <laughs> 思いついちゃったたまにこういうの思いつくから僕天才だなと思っちゃうんですけど 以上です、えー、今日のタイトル回収は、えー、以上になります。えー、今朝ねご飯炊こうと思ったんですよ。でご飯あのー、炊こうと思って米びつにねお米を入れてる米びつにさ開けたらさあのー、あれカップがなかったのよ。 カップがないと思って、このようなのいつもご飯に入れて、えー、ご飯にお釜に入れて、そいで、えー、そのまま米びつの中に盛り土してるはずのカップがないっつってさ、朝さ、えー、どんなに探してもなかったんだよ。もうだから諦めようっつって、<laughs> もうね、僕はあの昔はね、 お米をね、ね、ななんんとなく炊けてたんですよ。あの、ね、お米これくらいってやってザーッてやってお水入れて手のひら入れてあの <laughs> なんか手の甲のちょっと出るちょっと前ぐらいに炊いとけば大体炊けるっていうようなのを覚えてたんですけどもうカップに頼っちゃったらダメだねあれはもうそんなカップ2杯なんてさ別に。 あの似たような似たようなお茶碗とかで代用すればいいじゃんとかさそれこそお茶碗にこう持ってそ,それで測ってもいいはずなんですけどもうダメですよちょっと柔らかかったり硬かったりっていうのが嫌だからって思って <laughs> で諦めちゃったんですねあのカップがないからご飯を食べるのを諦めるつまりお米があるのに炊飯器があるのに ご飯を食べるのを炊くのを諦めるというね <laughs> あの、すごい挑戦しない人になったんだなぁって思いました。で、まあしょうがないから、朝、ああ、ねあ、じゃあコンビニのお弁当とおにぎりでいいやと思ってさ、で、おにぎりもなんか最近はね、いろんな具が出てて、別に、別に僕は鮭でとおか,かでいいんだけどさ、迷っちゃって。で、今日は、あの、<laughs> あちょっと胃腸の調子も良さそうだったからカルビ弁当を買いましてねこれ,これを食べようっつってさイートインで食べるのもコロナからしいどうしようかななんて思ってイートインじゃなくてもいいやと思ってあの空いてる公園で、えー、食べようと思ってさそしたらもう朝からお子さん連れたお母さんとかがいたりとかしてこんな朝早く寒いのに公園にいらっしゃると思って次の公園だっつって。 誰もいなさそうな公園を探してさ住宅街の奥の方に入るとあるんですよそういうのがそこで、えー、公園のベンチに座ってお弁当を食べましたでお弁当を食べた時に思ったんですよあのやっぱもうなんだろうねほらまあ外で食べるとかさお弁当はお弁当っていう概念だからさしょうがないんだけど ね、お弁当食べちゃうよねあの,お弁当の箱とか例えばね今日はもうご飯作るのめんどくさいからお弁当にしようとかっつって帰ってきてお弁当の蓋開けてでね揚げ底のお弁当の箱を食べるじゃん。でもこれあのほらなんか買ってきたものをさ よそったりとかする時はあるあでしょお惣菜買ってきた時にお皿にわざわざのし替えたりとかさあ,あれお弁当はしないよなと思って <laughs>、あのー、たまに手抜きの手作り料理をご馳走するって言ってお,お弁当の中身をこうただ皿に移し替えて手作りですって言ってる人もいるんですけどやっぱお弁当はお弁当だよなと思って。 でここから発展してほら野菜がほらこう袋に入って売ってるやつあるじゃんキャベツの千切り100円とかっつってでやっぱあれも僕は袋を開けてそのまんま箸を袋の中に入れてキャベツを食べるのにはちょっと抵抗があるんですよあのなんでだろうって思うんだけど不思議なもんだね なんかそのものを食べるっていうことは割と器も大事なんだななんていうふうにちょっと思った次第でございます、あのー、ね別にそのそ,それしかないね何にも入ってないでただご飯とおかずを手に食べれちゃうんだよね、まあ、今の人というかそうね生活の知恵だったりとかこの雑談は 23年前にも一回したことあってであのその時はね釣りに行く人がいてさ釣りに行く人はお昼お腹がすいた時に、まあ、釣った魚食べるっていうケースもあるんだろうけどあの荷物にならないように冷凍うどん持ってくんだってで釣りして夏に夏にね釣りしてる間にその冷凍うどんがいい感じに解凍されるんだって。 でそこにそばつゆをまた買ってきたあのなんか最近はこう手のひらサイズのそばつゆの瓶があるでしょあれをその <laughs> 冷凍うどんがいい感じに溶けたところにブシャーっとかけてぐるぐるって回してそれをこうズルズルって食べて「はいこれで昼飯終了」っつってまたこう釣りに専念するんだってさ「はあ!」と思って。 丼に入ってないうどんを食えるっていうのがすごくてさそんなの思い出したりとかしたんですいやーなんかあーまあいろんな知恵があるしハンバーガーなんかね歩きながら食べたりとかっていうのもあるから、うん、電車の中で食べたりとかねハンバーガーをね <laughs> あるから、うん、まあいろいろ時代は変わってんだろうなと思って。 まあ割とそんな中でなんだろうねお弁当を食べる行為っていうのをあんまりこう長いこと半年ぐらいしてなかったのかな外でお弁当食べるなんていう行為をあんましてなかったからうー久しぶりにこうねお弁当を食べた時にね、はあ、なん何か何か違うなと思って <laughs> でも皆さんはあれでしょお弁当買ってきて普通にお弁当で食べるんでしょお弁当の入れ物に入って 駅駅弁弁買っっったたらそそののでで食べるるがいいわけで、えー、そうすすんだよなとととかかちょっと思ったりとかしますも,もちろん僕も食べないってことはないんだけどその取り分けるタイプと取り分けないタイプのそのカテゴリーの差というのは意外になくてでまあ多分人間は楽をしたい生き物だからそのまんまドレッシング入れて食べちゃったりとか。 <laughs> すぐするんだね、僕。そ,それができならい,いんですよあの。一回やって、ああ、怠惰なことをしてるっていうような感じになる時はあるんだけど。なってショックを受けて、それからは取り分けるようにしてんだけど。でも、そうしないケースもあるし、肉まんを買ってきたら、肉まんはあの包んであるやつこう、ね、ペリペリってやって食べるわけだし、ああのおでん。 おでんツンツン男 <laughs>。よかったねコロナになっておでんの販売とかなくてねいやもうあれはコンビニの店員さんも,も今年の冬は仕事しなくていいなと思いましたけどねもうなんか何の断りもなくおでん出なかったよね今年の冬ねおでん食べたいなと思ったらパックのやつ買ってくるしかなかったりとかして。 はあ、まあそんな感じでした。いやーおいで帰ってきてね帰ってきてよっこいせってこう座ってさほんでふっと座ったところの右手上に目がいったらさあったんですよお米の量るカップがなぜかなぜか。<laughs> <laughs> なぜか 自分が座った右手にあったんですよあーと思ってなんでこんなとこにあるんだろうと思って一人で歩くわけないから僕が何となしに何となしに考え事してって多分その,あのお米の,あのいやーそれを朝すごく探したんですよ朝すごく探したのわかる <laughs> ありとあらゆるとこ探して出てこないんだからさ これのねなんだかなあと思ったりとかしてますけどまあおかげさまでちょっとそのお弁当のこととかあキャベツが入った野菜とかあいろんなものに対してちょっと、ね、いろんな食べ方をする人もいるし今そういうことギャギャ言ってもしょうがないんだよなあっていうのに、あのー、ちょっと思ったりとかいたしましていやー勉強だった。で えー、今日のチョコレート相変わらず昨夜もチョコジローは見つからないんですけどあれ本当に売ってるのうんチョコジローは幻のお菓子なんじゃないかなと最近思い始めましたけど全国なの地方ローカルのお菓子なの、えー、まあねカールが見つからないのと同じようなもんだと思うんですけど置いてるとこには置いてるっていうね ななんかなと思ってで今日は餅チョコってやつを食べました。なんかウサギのマークが。はい。ドンキホーテに売ってんのか。あの、ドンキホーテの地下にある食料品売り場で。あ一時期僕ドンキホーテ、ありがとうございます。ゴリヤマウホタロさん。久山チョコシロウにそっくりな名前の人が教えてくれ。 ドン・キホーテね、上がってドン・キホーテでじゃあ、桜山チョコジロを探してみます。ドン・キホーテは盲点だったね、そうね、ありがとう。あの、ドン・キホーテの食料品ってさ、あの、一時期僕もお世話になってたんですよ、安いしさ、牛乳安かったりとか、ね、いろいろ卵が安かったりとかしてた、お世話になってたことはなってたんですよ。 ま、前に住んでたところがドン・キホーテすごい近くてすごい近いわけじゃないなあのドン・キホーテがあってそれで駅から降りてすぐのところにドン・キホーテがあったからあの <laughs> ドン・キホーテお世話になってたんですけどあの、ね、駅で降りてドン・キホーテで食料品買って。 で無駄にでかいお菓子とか買ってあの買ってた時期もあるのであれなんですけどドン・キホーテばっか食ってっとさ体の調子がおかしくなっちゃってさいやあの毒が入ってるわけじゃないと思うんだけどまあ安いものはやっぱ安いなりの、ね、ノーブランドのマヨネーズとかさあのあの か買ってそれ使ってたりとかするとなんか体の調子がおかしいってなってだからドン・キホーテが利用できるのは多分健康なうちなんだろうなと思って体が衰えてきちゃうとそのあんまりこう良くない食べ物を食べてるとどんどん体が侵されていくというような気がいたしますまあ僕もその健康的な食事というか 不節制もするので、そのせいもあるんでしょうけどね。まあ、その不節制をドンキホーテはこう加速させていく感じがいたしますね。ありがとうございます。うん、昨夜はチョコジローはそこにあるのか。ありがとう。じゃあなるべく平日の,平日のドンキホーテがあんまり困らない時間にお昼の2時とか3時に行けるといいですね。えー、そ,その辺が多分空いてるだろう。ドンキホーテ。 いやでも午前中の朝の10時とか行ってもいいかもしれないけどそれは平日はなかなか行く機会がないのであーまあ探してみますドン・キホーテねありがとうございますあじゃあもう今日問題解決しちゃったありがたいいやーありがたいねみんなそうやって助けてくださってありがとうございます今日僕が用意してた話はそれぐらいです <laughs> いやーでも昨日ねあのー、配信しようかなと思ってさ一応配信しようかなと思ったんだけどその前にちょっと、あのー、最近僕ちょっと血行が悪くて手が冷たくなりやすくなっちゃってで布団の中に入って手温めようと思ったんだよね <laughs> もうもう予測がつくと思うんですけど。 一回布団入っちゃうとさ出れなくなって寝ちゃうんだよね <laughs> ちょっとだけちょっとだけ手を温めようなんてって寝たらもう最後ですよ布団に入っちゃったらもうあとはいかにその布団で快適な体勢を取るかっていうことになっていくわけですよなかなか手が温まんないなーなんて手が温まんないなむにゃむにゃつって寝ちゃってえー 昨日夜に配信しませんでしたねまあいいでしょうその前の日ですよ3月2日の雑談が長すぎたんですってどう考えたって長すぎるんですよあのあれはほんと良くないなと思いましたね面白いからっつって2時間も3時間も配信しちゃダメですよ本当にあの結局どっかでその無理がたたってくるわけですから まあでもいつ死ぬかわからないっていうんだったらねやっぱ生きてるうちになるべく楽しいことはしておいた方がいいですから明日のためって思って明日地球が滅んじゃったらもうおしまいですから <laughs> あの <laughs> 大変ですから <laughs> ああそういえばあの地球が滅ぶでああ思い出しましたけどミャンマーが大変だっつってねあの もう軍事政権がどんどんその民衆を虐殺してると1日30人ぐらい死んでるっつって何だって30人ぽっちかって思ったりもするんですけどあのまあどっちもエスカレートするんだろうねでもデモ行進する人たちも自分たちの要望が通らなければ日々声は大きくなり軍隊が 俺たちのことを殺さないんだっていうふうに思えば横暴なデモというかになっていくわけでねだってね銃持ってても黙って立ってるだけでさデモしてる人がその銃持ってる人をドケドケっていうふうにやってもやり返さないというかその鎮圧を行わないとかっていうふうになったらそれはどんどん民衆は暴徒化するわけですよ。 あね、軍,軍がこう立てこもってるというか大使館みたいなとこに入ってる時にさ、あのーね、そこのもう無理やり開けてわーってなだれ込んじゃえばいいだけでだからやっぱ武力は行使するわけですよあでもまあその行使してる割には表明される人数が少ねえとかってでもまあやってることは人が人を殺しですよあー 権力に取り憑かれた男た男ちがですよ軍事政権の人たちがスー・チーさんを囲ってですよ俺たちに政権をよこせっていう、ね、ことをやってるわけで愚かだなと思ったりとかやっぱもうミャンマーの人にとってはもうそれはミャンマー最後の日みたいな感じになるわけですからね。 そしたらそうそういうことが起こる前に楽しいことはしといた方がいいななんて思ったりとかします。解決はしないんだろうね。国連があのう、ー、ぶかしげに見てるけど、国連は別に何かするわけじゃないから。チョ,ョコジローはねドンキホーテにあるっていうことを教えられました。だからドンキホーテに人がいないタイミングで行きたいなと思います。 僕ドン・キホーテは好きなんだけどあのドン・キホーテに来るようなヤンキータイプの女の人が好きなのであのドン・キホーテに行くとそういうの見れるから楽しいんですよ。<laughs> あ,あヤンキーの女の人がいるっっ。ね、ああ <laughs> 楽しみですね、今度ドン・キホーテに行くのがね。<laughs> でも不要な外出はなるべくしないように。 したいですから今もう一般庶民が、あのー、こうわーと外出てからのうーもう白いジャージ着たりとかして髪の毛キンキンだったらもう最高ですね大体僕が美人だとか可愛いとかっていうのはあのタイプの子ですからうん <laughs> <laughs> う白いジャージにサンダル履いてサンダルじゃねえなんか穴開きのサンダルみたいなの ちょょっっと前に流行ったでしょスリッポンだっけあ,あんなのとかさいいですねだるそうに子供連れて買い物してるヤンキーのお姉ちゃんとか可愛い,いなと思ったりとかしますよそういうの見れるのはドン・キホーテだけだから、あのー、なかなかそういうのはイトーヨーカドーにいらっしゃらないのでそう,そういうの見に行くしかない ね、キティちゃんの健康スリッパだよねキティちゃんの健康スリッパね <laughs> あのキティちゃん好きだからねあのヤンキータイプの女の人はねだから,だから,だからか観察するのは楽しいですよもうあんなのはほらあと子ど子供服売ってるどことかにしか来ないからさあとはもうね車に乗ってとか湘南とか行っちゃってるようなタイプの人ですから 近場で見るのはドン・キホーテしかないんですよ。楽しいですね。うん、<laughs> 昨夜は、あと働いてる人も割とちょっとヤンキーっぽいお姉さんとかが働いてたりとかしますね、ドン・キホーテはね。<laughs> いいですね。えー、っと何の話してたっけ、何の話してたっけ何の話してたっけミャンマーの話してたような気がするけど。 ミャンマーの話から僕脱却しようとして話をしてましたそれともずっとミャンマーの話してた国連の話までしたような気がするあのあそうだ国連の話までしたんだねだから国連が役に立たないんですよなんだろう WHO とか国連とかってさなんか知識とか知能とかの結晶みたいな感じであるのかと思ったけどやっぱなんだかんだ言って何もできないんだよね <laughs> 無力よ、飲もうて思ったりとかしております。コロナでね、みんなの国に行かれないし、えー、結局、そのね国交断絶してるのに国連がその他人の国に無理やり介入していく,くっていう手段が取れないわけですから。あねあの 国境に渡っちゃいけませんよって言ってるのにただしそのなんか鎮圧するために国境を渡るのですって言った時に、ね、軍隊を募るのですって言ってもさそれはそのこコロナの対応でなんだっけクラッシュダウンじゃなくてロックダウンとかをしちゃうことに対しての反対行為にもなるからできねえんだろうなーなんて思ったりとかしてね。あ すごいねコロナ禍っていうのはこれ,これを利用してねあの国境線変える国もあるしさあ政権が変わる国もあるしさ大変だなと思ったりとかしますトンネルの話ってした韓国と日本をつなぐトンネルの話ってしたような気がするあ, <laughs> あれもうバカバカしいなと思うんだけど まあどっちかの国の権力が強くなったら強引につながったりとかするんだろうなぁなんていうふうに思ったりとかしております。はあ、まあ悲しい悲しいですけど、しょうがないですねあの。ワクチンの話とかも結構出るけど、結果日本で開発するワクチンなんていうのは出ませんでしたね。まあ日本は慎重な国だから、そういう。 うー適当な薬は出せないしあの早く作ったところでできたところのやつをもう信用して買うってことにするんだろうけどどうなんだろうねそのほら時の政権がこういうのいらないとかああいうのいらないっつってボン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 教育関係とか研究関係から手を引いてった結果が今なのかなと思ったりとかするとまあその前に多分あれか。 日本はお金を払わないとこですから自国の優秀な国民にうーんいやーまあいろいろ考えがあってトンネル作りたいんだろうけどねまあでもほらロシアの石パ石油パイプをこうどっか通すとかさ中国から掘れる石油をヨーロッパに流すあの新しいシルクロードとしてその。 石油パイプをずっと地続きでヨーロッパまで引っ張って持っていくみたいな計画もあるしさあーまあそ,うそんなのもあるからと、ね、トンネルぐらいなんだっていう時代が来るかもしれないしねまあしょうがないかなと思ったりとかしてます僕は当あのニュージーランドもそうだし日本もそうだし インドネシアとかあの辺の国もそうだけど離島になってるとこって超なんだろうガラパゴス化しやすくて面白いのになーって思ってるんですけど <laughs> どうにも世界とつなげたがったりとかしますねなんかその辺がどうかなーと思ったりとかしてますよ,く来らせよいしょ <laughs> ねえなんか独自の進化をしてる生態系を一個作ってもいいんじゃねえかなとは思ったりとかしてるので、あのー、まあそんなのであっても何だろうやっぱでもそれは国民の気概なんだろうねあの大陸の中にスイスって国があるんだけどさ欧州圏にスイスっていう国があるんだけどスイスはねあんな 大陸の中でいろんな国に囲まれてるけどスイスはスイスで独自の,あの国の作り方をしてさスイス銀行なんてのを作ったりとかしてさあのそれでそれで世界を渡り歩いてんだからすごいなと思ったりとかしますねあの一応 EU の圏内に入ってるけどスイス自体のそのあ 法,法律とか決まりとかっていうのはあくまで守るよっていうような形を通してたりするのあれすごいななんて思ったりとかしますまあでもそ,それを日本が島国であってもなかなかできないっていうところはまあそういうところなんでしょうね鎖国をした方がいいのかもっと国交をした方がいいのかっていうふうにまあ二択になるんでしょうけどうどっちかっていうと日本は出稼ぎをした方がいいような気はするけどね <laughs> 自分のところは自分のところであの独自のマーケットを作りつつでもまあ技術なんていうのはすぐ盗まれるもんだし何を売りにしたらいいものかっていうねなんかこうブランディングが下手くそですよね日本はねほんとね。なんていうふうにぼやーんなんて思ったりとかしてます。 あとは今日はなんだろうあやっぱ結局は地の利なんですよ。あ,の <laughs> あれどっかどっか一本でもねあの陸地でつながってたらまた形は変わってただろうから。ねよいしょ。北海道がロシアとこう地続きだったらもう。 どんどんロシアがこう <laughs> 知らないうちににじみ寄るっていう形だと思うんでねしょうがないんじゃないかなと思うけどまあでも北海道にさ一時ロシア人がいっぱい来て中古車買ってったりとかするあ,あの流れとか面白かったですけどね <laughs> あまあそんな感じですあとは何だろうちょ,ちょっとほら この前、ファイナルファンタジーとタクティクス動画の話をしたんだけど、ファイナルファンタジー12がいかに素晴らしく面白くないかっていう話をしそびれたなと思ってまして、ファイナルファンタジー12とは、どういうお話だったのかということですね。国の名前とかもう僕忘れてるんですけど、あの、ファイナルファンタジー12ってやっぱ日本産でさ、 日本の価値観みたいなものがベースにあってさあのバ,ンバンの出身国のなんか砂漠に囲まれた国みたいな土壁のねあの街があるあー、ね、あの国ってあれもうまさに日本なんだよね。そのあこう A 国と B 国の大国があってさ で、この A 国と B 国の中間にいる小国なんだよね。ファイナルファンタジーの、うん、主人公が最初にいる国っていうのは。で、えー、この A 国が、えー、っと、<laughs> あの、兄貴と、うん、ちっちゃい子、まあ、まあ、最終的に王様になるちっちゃい子供がいるんだけどさ、この兄弟がいる国が、 ストラ帝国みたいな英国があってでお話の後半にそ,それと戦ってる B 国っていうかが出てくるんですけどこれに挟まれてんだよねで武力も大してないしうーんこ,うここで交易をしてなんとか利益を上げてる国であるとでまあこの前にちょっとした戦があったりとかなんかしたりとかしてんだけどうん物語のスタートはこの英国から 死者が来て、えー、同盟を結ぼうというところから来るわけですよだけどこの同盟を結んだが最後英国にこう略奪されてしまうということも分かっているーので、えー、非常に抵抗するとね、えー、そんな中でこの英国の中で英国がやってることはよろしくないよねっつってあの ああ英国は英国で表向きはいいことしようとしてんだけど、うん、実はそんないいことだけで、えー、世界は回らないので、あのー、武力でいろいろやってくるだからアメリカみたいな国なんですけどでもアメリカというよりはお王政があるからイギリスがもしい今よりもこうあのー ああ産業革命がもっとうまくいってたらっていうような理想像ですね。で、B 国は自由主義の国なんだけど、あんま出てこないんだけど、も元から資産とかがあったりとかして、自分たちの国が豊かなので、別に外出てかなくてもいいや、みたいな、あのサングラスかけたヒゲの親父がいるような国がいっぱいあるんだけど、うんあ後から出てくるんだよね、これからね。で あのこのファイナルファンタジーのー世界の中ではこの小国を何とかしようっていう風なのが後々のメインストーリーになってくるわけまあもともとはそ小さな事件からいろんな仲間が集まりますよってことでバンがスタートになってんだけど最終的にはこ,この国を守るためっていうところからあ話がスタートします スタートするわけではないんだけどあの困ったことが起こりましたねいろんな意味で英国の侵略以外にもいろんな問題がそれぞれ仲間内にあって、えー、アーシェ王女を助けたりとかここ行きますあそこ行きますっていうことで困ったことを解決するお使いが始まるんだけどうんこのお使いがですね あのそのいろんな国に行くわけ森の国とかさなんかエルフの国とかさあ,ありとあらゆるところにその、まあ、革命を成功させるために力を貸してくださいとかこの国がちょっと困ったことしてるんで、あのー、助けてくださいみたいなことでい,いろんな国の偉い国の王様に 助けて助けて,ってこう行くんだけど必ず断られるのよその,その国を治めてる王様だったりあの市長みたいなさなんか名誉市長みたいな一番偉いじじいとかに会いに行くんだけどあわしらは力を貸せんとあの世界の均衡を守るために我々が手を出して先に手を出してはいけないとかっつってで僕たちは手は貸せないけど もしかしたらあの違う国の偉い人は力を貸してくれるかもしれないよって言ってたらい回しにされるん。<laughs> これがファイナルファンタジー12のあーおそらく面白くないところなんだろうなと思うんだけどあのこれを現実の世界に置き換えてさ日本がやばいと日本やばいんですつって世界中を回る旅をしたらやっぱ 日本を助けてくれる国はないと思うんだよ。昔お世話にはなったけどもとかさ、昔仲良かったけどもとかさ、前はけんかしてたけどみたいなさ、ような国をただ助けてくださいってまってもやっぱりそれはうまくいかないわけですよあ。世界の危機が迫ってるんですって言ったってそれはあの日本人だけが言ってる世界の危機だろうみたいな感じで聞いてもらえない。だから 逆に考えるとこの面白くない部分が実は現実を踏襲してるというか人生そんなにうまくいかないんだと王様に会って実はこれこれこうでしたっつってその王様が聞き分けがめちゃめちゃ良くてああそうなのなんつってじゃあ力貸そうかなんていうことはないわけですよライトノベルみたいなことないわけですよ あの死に戻りかなんかしていろんな交渉を試してこれが成功したなんていうのはあれは嘘なんですよ。<laughs> そうなってほしいなっていうのがあるからああいう,うゼロから始める異世界生活的な展開があるわけですけど、ね、王族とか国がもろ手を挙げて竜を倒すのに共同生命を挙げるとかっていうのはあのおおってこうなるけど実際それないよねっていうね。 それはやっぱ国の立場になって考えたらさあのいらないトラブルをこうう抱え込むよりは断った方が全然賢明ですからだからそういう意味では「ファイナルファンタジー12」のメインストーリーの,そのいろんな国行って担 <laughs> 保してそのアーシェ殿下に力を貸してくださいとか言ってもどこの国もこういい顔をしないっていうのはね僕はそこが好きなんだね。 あのあのストーリーで行くとここも無駄足かよあっち行ってこっち行ってみたいな山登ったりとかさトロピカルなとこ行ったりとかいろいろするけど何にも意味ないじゃん力貸してもらえないじゃんっつってで困ったなーってなった時に話の前半に全然登場してこなかったこの B 国の,あのサングラスかけた若元が助けてくれるっつって。 それでちょっとお話が進展していくんですけどもうそれとはまた別にこ,のこ,れはこれはすなわち人間界みたいなとこなんだけど、まあ、ファイナルファンタジーはクリスタルの力があるからさこのクリスタルパワーの源のんだろう、うん、影絵みたいな、うん、人間とは別の 生命体というか意識体みたいなのがいてさこれと英国が密にしてるんですよあこう世界の秘密とか力を分けてやる代わりにああまあなんか欲しがってるものがあったりとかするわけこのでこの人たちがクリスタルの力を持ってるこれが「ファイナルファンタジー12」の話です なんかさエンディング前になんかよ,よく分かんないベ,ベインとこの影絵みたいな人があー話してたりとかするのはそこで、えー、だからどうやって魔法がこの世界に存在してるのか人間以外の意識体というものの存在とかあだから表向きは人間のその政治の構想とか 社会構造みたいなのを作ってんだけどそことはこう乖離したこっちの存在でこっちの存在のダンジョンとかはよりなんかその人知を超えたダンジョン的なものになってたりとかして、えー、この作り方もなんだろうが概念的なダンジョンを作っておられるとかさ。 あーなんかこう周りが黄金の壁でできててどこ行ってもなんかループしてるような気がするような道を進むダンジョンとかあるんですけどそういうのもこの作品だけだよなと思ってあのその遊ばせるゲームとしては足りない部分が非常に多いけどなんだろうねストーリーとかその世界設定それからゲームデザインを。 かななりバランスよよく構築した作品でではあるよなって思うんだから本来は多分こっちの世界ももっと書くべきだったしあのそのあのこの英国っていう国のベインっていうお兄ちゃんが最終的になんかこう暴走しちゃってさあのアシュギーネになっちゃう展開っていうのはいかがなものかそして最後の最後になんでか知らないけどあの なんでか知らないけどじゃない。最後の最後に、まあ空中大決戦みたいなエピソードがあるんですよ。まあ、スター・ウォーズのパクリって言われてるところなんだけど、あそこで仲間になるのが結局あの、ゲームの前半でいった天空に、天空の街の住人たちなんですよね。あそこ以外、こう、戦争に参加してくれないっていうところもいいんだけど、あやっぱね、あそこがね、あそこの展開をね、 やっぱもうちょっっと膨らませるべきだったんですよこのたらい回しにされた国はまあしょうがないんだけどこういう国があるよねっていうので、えー、そ,れそれはいいんだけどやっぱあそこの決戦のところでなんか仲間が来てくれたとかさ話が折り合いがついたとかって結局どっちもその帝国というか。 ね、英国にそのいろいろ恨みとかああその、搾取されてる者同士がただ手を組んだだけという、ね、結果ではあるので、あ,のあんな大々的な空中戦みたいなのとかやったりとか、まあ、だから、後半やってることっていうのは、英国に対してのテロ行為なんだよね。あのそこも含めてあの、もうちょっと正面切って、 これはテロなんだっていうふうにあの復讐という名を借りたテロなんだっていうようなこともですねあの言って、えー、ゲームにしていればもう少しファイナルファンタジー12の見え方とか伝え方とかあー違って見えたのではないかなと思ったりとかしますだからキャラクターに思い入れさえすれば例えばアーシェというキャラクターがいるんですけど王女ねもともと王女だった人だけど まあ、いろいろあって、えー、こう逃亡の身に身をやっつつ人。この人はその王族という立場を失った人ですよ。で、バン、主人公のバンはああウェイウェイウォー。この人は兄貴を失っているわけですよ。で、えー、この世界の主人公さんのバルフレアは家族を失っているわけで。 このパーティーにいるキャラクター総勢8人ぐらいのキャ,キャラクターはみんな何かを失ってる人間なんですね。この失ってる人間が実は何も取り戻さずあー話を終えていくっていうところもまたあこの「ファイナルファンタジー12の」の良きところなんです だなあと思いますその失ったものに対してそ,そ,それを取り戻そうとか失った分だけな何かを得ようとするっていう行為自体には何も意味がないのだっていうあ人は常に何かを失っても前に進むしかないのだぐらいのメッセージになっていると,ことかも好きなんですよだからハッピーエンドではないんですでこの失った世界の中で一人だけ あのバンが引く手を最後に手に入れるっていうのはもうファンタジーですよそこがファンタジーなわけであのエンディングなんだと思うだろうけどあれはそのあプレイした人への心ばかりの,あのファンタジーなんですね夢を送る部分であってあの海賊になりたいんだって言ってる人に海賊になれたこの人は海賊になれましたよっていうね <laughs> あのでもゲームやった人にはその主人公のバンが海賊になりたいっつうことは意味がないっていうかあっそうっていう感じのこんなバカが海賊になってもあ空賊ね、うん、こんなバカで荒らせられるバン,バンがですねああの空賊になろうがなるまいがそれは興味の外の話でそれはお話がよりシリアスに、えー、展開していくからバンの夢なんか。 あの置いてけぼりになっちゃうという状況なんだけどあのそれも含めてね僕は「ファイナルファンタジー12」のラストはいいななんて思ったりとかしますあだから本当はバンは空賊にならないければいいんだけど、うんうん、ああ まあファイナルファンタジーの12はいわゆるナンバーとしては偶数ナンバーだからさ偶数ナンバーのファイナルファンタジーはどうしたってキャラクターがねあのパーティーキャラクターそれぞれが主役になる話になっちゃうからさうん否めないんですけどねあのでもやっぱそのプレイヤーキャラクターとして ああバルフレアを主人公とするからねでもバルフレアも結局はその世界の中の歯車の一つでしかないのでそのバ,バルフレアはだから家族から逃げ歯車になることから逃げ、えー、素性を隠し空賊として暮らしているわけですけれども、あのー、じゃあその人が最後に得たものっていうものは何かっつうと。あのー その歯車から脱却するということをンに託すことで終わるわけですよバルフレアの役目というのはあの空賊の先輩として一緒に一緒にというかあの違う職場で空賊やるかっつったらそんなこともなくてあの人は別に空賊やりたくてやってる人じゃないので自分がやることなくなったし運転する船がなくなったからうううう運転する船を持つ意味がなくなったので、ね。 ンに託すわけですけど、あのー、だそ,そういう意味ではやはりバンは主人公なんですね最後にその主人公とされる人から、うん、その船を託されるという意味で次の時代の主人公なんですよだから「ファイナルファンタジー12は」はバンを主人公にすると始まっていない話になってます <laughs> エピソードゼロなんですだからレバダントウィンドウが出てくるんだけど ん、あのー、かそうそういうとこを含めて割と実験的でかつその嫌だから本来の「ファイナルファンタジー12」がもしあったとしたらもうちょっと攻めた話になってるんだろうなと思ったりとかしますだからす全てを失った何もないこの世界は全て操られてるんだとだから今度「あのファイナルファンタジー16」からはさ クリスタルからの脱却がテーマになってる。うん。だろうね。でも本来の主人公は前にも言ったけど、あのアッシュが最初にあのファイナルファンタジー12の企画が一番最初に出来上がった時に出てきたのはそこなんだよ。アッシュとそのぎ弟があのオーを 巡って政権争いというか政権争いから追われたところから始まる話っていうあそこが実はお話の一番の柱になっててでそのそこに味付けするようにバルフエレアとかバンとかがこう付け足されていったっていう形なんですねあのハゲオヤジとかも後付けですから であのテイザーとして公開されたのは、でも、バンのお兄ちゃんが死んだところからあー出てくる、あのバラの花が印象的なこう、ね、CG のプロモーションでしたけど、あそこからまただいぶいろいろ変えたんだろうなとは思います、だからもっと暗い話に多分なるはずだったんですよ、あの死んだ、オープニングで死んだ兄貴、なんだったんだっていうぐらい、意味がないでしょ、あの話の中で。 一番最初に遊ぶ部分の「ファイナルファンタジーの」のねその後操作することもない「死んじゃう兄貴」をちょびっとだけ操作するんだけどなんかその後絡むのかなと思ったら全部なくなってるからその後の話があれ乗っけると多分本当にブハブだらけのフファァイナルファンタジー書簡です、うん、ああ分かる分かるだけどそれをねキャラクターデザインとかあの ううフィールドデザインとかでね割とそこが僕は相殺されるんですねよ,よく作ったっていうふうにいやよくよくこんな分かりづらいものを作ったと思って <laughs> あ,なあれは本当本当松野さんの入院だけが悔やまれるうう作品ですね あれ,あれの完全版っいうやつが見たいの完全版やって「ああんだこんな話か」とはっていう風になるかもしれないけど割と僕は「ファイナルファンタジー」のそのメインストーリーの終盤に行くまで全部こう断られ続ける感じとか好きです全然ああうんそれ,それもよくわかります <laughs> なんであんな世界中ぐるぐるしなきゃいけないんだっていうのはあってね多分だから苦手な人は多分あれですよエピソードの3番目ぐらいの空中庭園の,あの炭鉱のところあたりでもうこれ何やってんだろうと思ってさ勝手に王子はついてくるしさとか思いながらさあの,あのねちっちゃい王子様が出てきて。 ねえなんか合併とかしなきゃいけないのとか面倒くせえなと思ったりとかする感じのさひ非常に分かりますやりたいことだけやってギルガメッシュだけ出せばいいんだろうみたいにあのロトの剣を刺したギルガメッシュが出たらいいんだろうみたいなうんそれはよく分かるよく分かる。よくわかる だから割とユーザーを甘く見てた部分もあるんだろうなと思ってだ,だから言ったら僕がバン,バンに対してこれは希望でありファンタジーだっつってんのはそこでさロト,ロトの剣がねそのギルガメシの持ってる12本の剣のうちに1本入ってるんですよ <laughs> あの銀色のロトの剣がね偽物なんだけど。 うん、スクエア・エニックス」になってからのタイトルなのでドラクエらしいなんかそういうサービスシーンを持ってこようつって隠れキャラクターのギルガメッシュが「ロトの剣」を持ってんだよな、うん、さギルガメッシュを3段階目ぐらいまで苦しめるとロ「ロトの剣」持ち始めると思いましたけど、うんうん、まあ僕は好きなんですよ ファイナルファンタジー12はそれこそファイナルファンタジー 10, 10と13があるけど 10, 10より13より面白いなと思ったりとかしてます。15はやってないんで判断できないですけど割とその偶数ナンバーズじゃないやあのもあの10を過ぎてからのナンバリングの中だと多分一番好きなんじゃないかなと思ったりとかします。 今度ね、シックスティーンが出るから、シックスティーンはシックスティーンでねあの、好きかもしれないと思ってますけどあの、ちょっと渋い感じのね、あのフ,ァファンタジーが帰ってきそうな感じなので、ただあれ、クリスタルの加護からの脱却の話なので、だな,な,なんか最近、そんなの多いね、ブレイブリー・デフォルトもそうだし。 ああ,<れ>ああ僕は辛辣ですからね遊んだらねあ遊んでないけど僕あのデモンズソウルの持ってないだってだって今頼んだってどうせ買えないんだろうと思ってるからさいいよあの世間一般に出回るまでは待ちますよ待つ待つなんで今行くあ,あそこ3万9000円だっけ ね、プレステ5ね3ブ9,000円かどうせまあーそうねねえなんか普通に予約取って何ヶ月後に「届きます」でもいいような気するけどねまあ今はね半導体をいろいろ輸入するとか別の工場で作るにしてもいろいろ大変らしいから。 まあコロナでしょうがないかなと思う部分もあるけどみんなもう懲りずに欲しがるよねと思ったりとかしてますけど欲しがんないと生産してくんないからねしょうがないよね。なんかヨドバシカメラでなんかいろいろアナウンスなしで、あのーね、チ,ケチケット配って店頭販売しますってやった時とかそ,それこそ SNS とか使っていち早く情報が。 ヨドバシに入るってよみたいな話聞いてみんなそこに押し寄せて密になったとかいう話もありますから。はスレス版まあ、い僕はね、リスク読み込める方ですね。あのー、形になるものが欲しいのですよ、あのー、結局。あ だから例えば任天堂のやつでも動物の森はね現物が当時手に入んなかったからダウンロードでーしましたけどやっぱめんどくさいよねダウンロードで本体に入れるのつ遊ばなくなったゲームを引っ越しさせるのとかも含めていろいろ手順とか SD カード用意しなきゃいけないとかめんどくせえなーと思ってさ。あの じゃあディスクで別に読み込みが多少あろうとなかろうとそっちでいいかなと思ったりとかします。ただ僕のよゲームの遊び方はそれはもう古いってなってるだろうし今スマートフォンで同じく読み込み込版欲しいよね現物パッケージが欲しいんだよね。だからパッケージ買ったら中には説明書が入ってて欲しいしさブックが入ってて欲しいんですよ。 お,おもちゃ買う感覚として取り扱い説明書が欲しいんですけど最近そういうのもやらないからさの <laughs> 寂しいですねでもほらスマホでゲームする人はスマートフォンの中にゲームがもう入っててどうさ遊ばなくなったらすぐ捨てちゃうっていうのとかあ携帯電話も別に1年か2年で買い替えるっていうのが常識の世界になってくからさ みんなそれでいいんだろうからなと思ってるんですけどだからもうゲ,ゲームがオンラインになってゲームをデータで遊ぶってことになるともうなんだろうねそのデータ自体が著作権があったりとかファイアウォールがあったりとかして後世に絶対伝わらないものになっていくんだよねそうするとゲームっていう文化がある一定期間で。 一定の,そのパッケージ販売をやめたジャンルからその歴史はその当時遊んだ人の,あのこんなの遊んだっていうスクリーンショットとか動画とかが一部残るだけで実際のゲームっていうものはどこにも残らないっていう世界になるんだよなと思ってそれはそれでなんか寂しいなと思ったりとかするわけ。あの ササンントトララののおまけがついいてたりりねああントラドルでできるのよりも円盤で欲しいとかああだからそれはほら初回限定パックとかがそれになってるわけでだから僕はあのゼルダの伝説のほらなんだっけ夢を見る島もやっぱ初回限定のブックが入ってるやつとかあの一回見たら閉まっちゃうんだけどさ閉 <laughs> <あの笑>まっちゃうんだけど取っておきたいからね あれを買っちゃうんですよねだ僕は割とダウンロード派ですダウンロード派じゃないパッケージ派ですけどそれは少なくなるんだろうしゲ,ゲームっていうのが本当にそのある時代2021年の時代に出たゲームっていう情報が文字としては残るだけでゲーム自体は影も形もなくなって。 それこそその基盤のあるゲームとかはエミュレーターがさ吸い出し機能があるエミュレーターがあれば吸い出してそれをゲームをデータ化してっていうのでできるけどデータ化することもその特定の機械にダウンロードしてその機械に紐付けされるゲームになっててファイアウォールがあってそのファイアウォールが破られないとゲームにならないっていうゲームがこうエミュレーターがエミュレーション化しないっていうんだあればそれはもう。 後世、ね、には残っていかないもんだからあの実際その携帯ゲームのさ携帯電話で使うゲームの歴史なんつうのでさ i モードで遊べたゲームっていうのはエミュレーター化しないわけじゃんあのゲームのデータをその i モードのアプリが握ってるから それをどっか裏ルートで手に入れるしか再現の仕様がなくてあのあの誰も知らないわけだアイモード時代にどんなゲームが発売されたかとかその折りたたみ携帯の時代にちょっと流行ったそのねあのドラゴンクエストの,なんかあのカードゲームの走りみたいなやつとかさあーいっぱい出たその ゲーム、今ででもその無料で遊べますとか,か艦隊コレクションもそうなんですよ。艦隊コレクションってパッケージされたゲームじゃないからほんでゲームの中身もちょっとずつアップデートされてくからその原体験ができる人は。 うん、そ,その当時にゲームを遊んだ人じゃないとあもう後から追っかけることができないわけですよ。一から艦隊コレクションを始めたとしてもそれは7年後に始めた艦隊コレクションでゲーム性は全く変わってる艦隊コレクションになるわけで。 そ,そこなんだよなと思ったりとかしますでね後々売れてパッケージ版として出るかっいうとね「艦隊コレクションいっていうゲームが出たっきりで、えー、あとは継承するものもなければそのままあ忘れ去られてったりとかまあディスコグラフィーのどっかに名前がちょっと残るっていうだけのものになるのからねそれは寂しいですからあー僕は30年経った後に遊びたいんですよ ファミコンを30年後にこう繋いだりとかさあのファミコンの中身改造して、えー、HDMI 出力に変えてさ遊んだりとかさしたいわけですよそれができないのはだからだね、えー、どうしたもんかなと思ったりとかしますねまあねそ,そんなもんだと思うだからテレビゲーム 電子ゲームっていうのはそういうものがあるからんなんだろう歴史として残っていくのはもう結構厳しいかなとかちょっと思ったりとかしてますすぐに書き換えられちゃったりとかだからほんとオンラインのアップデートとかさ本当は良くないなと思うんですよ あの『ゼルダの伝説』のダウンロードコンテンツはもう僕はいまだにパッケージ版を待ってますけどあの <laughs> DLC 込みの『ゼルダの伝説』を売れよって思うんだけどそれはね任天堂が好調で n i n t e n オンラインも好調だからまだしばらくやらないんだろうなと思ってますけどでも みんながもうそれでよしと。ね。現物なんかなくていいと。ね。プレステ5のダウンロードのゲームで、その方がアクセスも早いし、ロードも早いんだから、それでいいじゃんってなるのは、わからなくはないけど、まあ絶対に残っていかないだろうなと思います。プレイステーションタイトルだって、プレステプラスで、ね、それまでのプレステの歴代のゲームが遊べるかってうと、そういうわけじゃなくて、 ね、ソ,ソニーの気まぐれで遊べるタイトルが増えるってだけなんでうーんどうしたって遊びたいとか今今今あのエニックスが出した矢印が主人公のタイトルが今出てこないんですけどあれ遊びたいって言ったって難しいわけでしょなんつったっけあのゲームタイトルも忘れてるけどただただ頭が狂ったゲームだったの。とそれだ「セガレイジリとかさ あ, <laughs> あ,んなあんな狂ったゲームとかがあったんだよって言われてもさ嘘だーって言われて終わるわけじゃん <laughs> 一応動画とかあるけどさ、えー「セガレイジリとかさ「セガレイジリだってないでしょプレイステーションプラスで遊べるゲームに入ってないわけですよ売れてないゲームとかね「武士道ブレード」とか入ってないわけですよ だからそのね、プレステ初期の頭の狂ったタイトルとかうーんそれも含めてアホなことやってる「お姉ちゃんバラ」がさ入らないわけですよアーカイブには。あ <laughs> といろいろその当時は良かったけど今はダメな表現があるとかっていうゲームがもう根こそぎ検閲で消えてったりとかするとかさ。 そういうのがあるとねさ寂しいばっかりだなと思ったりとかするわけです。あとねアニメとかとコラボをしたやつとかは権利の関係でダメとかさ例えば「あまあ、ドラゴンボール」なんかは言うに及ばずですよ。コナミがファミコン時代に「グーニーズ」とか「キングコング」とか「火の鳥とか「鉄腕アトム」とか。 ね、契約してゲーム出したわけですけどあれはもうアーカイブとして出てこないわけですよ火の鳥はアーカイブで出てくるのかうんだけどグーニーズは「コナミ YY ワ,イワ,イワールド」がリメイクされた時にはマイキーとキングコングが消えちゃうわけですよ <laughs> <laughs> うんそれはねもうこコナミが作ったグーニーズなんていうのは 当時遊んだ人からするとねグーニーズといえばコナミっていうようなブ,ブランドイメージでしたけどそ,そういうのすらまあまあでも昔買った権利で何十年もそれをこうああの販売して、あのー、どうのこうのっていうのもまたそれはそれで。 えー、よくないことでもあるからね毎回販売するんだったら権利料をそ,その都度契約して更新して払って、えー、やっていかなきゃっていうのはうーんまあそれ,それが権利の商売ですからそれもちゃんとしなきゃいけないよなとは思うんですけどうんも,もろもろ含めてゲームが本当にあの新ハード出た新ハード買った新ハードで話題のゲームやった。 で終わっちゃうんだよねそ,それだとねそれでいいんだけどあの <laughs> うんす,すごくあのインスタントインスタントなものになっていくなと思ったりとかしますねだから例えばね今流行ったゲームで言うとマインクラフトってやつがあれはパッケージがないわけですよ まあ、そ,れそれぞれのハードにねパッケージ版のマインクラフトがあるけどでも基本あればコンピューターのインターネットが充実した世界の中で割とそのロースペックな PC でも遊べるっていうことが一つそれとあーあー、ね、インターネットが発達したことが一つとして世界中に広まったわけだけど。 あの世界中に広まったマインクラフトを当時遊んだ人とあの例えば僕みたいに何年か遅れて遊んだ人でいうと全然その遊び方が違ってくるわけですよ。あの僕なんかはだからその「マイクラ」を制作したプログラム書いた人があれ権利売ったんだよね。で今はもう全然違う人があのマインクラフトをより良いものにしようとしてバージョンアップをしてるわけですよ。 あそ,そうするともうその段階でゼロバージョンのマインクラフトは遊べないそれこそアーリーで実験的に作ってた段階のマインクラフトを遊べるもしくはそのデータが残してあるっていう人はごくわずかなわけでそれはやっぱマインクラフトのヒ,ヒストリーとしてはもうウィキペディアにバージョンごとの変更点みたいなのがただ書かれるだけで終わってしまうみんなあんなに一生懸命 マインクラフトだってやってた時代があるわけですよ。TNT だっつって。わあなんつって。家が燃えたなんつって。わあなんつってあの。やってたのが、もう嘘みたいにですよ。消えてなくなるんですね。だどっちがいいのかなと思ってね。あのおならみたいにバーってこう一瞬によって消えていくのがいいのか。うんこみたいに化石になって登るのがいいのか。 <laughs> どっちが好きかってことなんだろうなと思いますまあそういうわけで「ファイナルファンタジー」じゃねプレステ5はいずれいずれ買うけどいずれ買うけど別に今はいらないと思ってでも毎回抽選に外れてる人が今回も外れたっていうのを見るとちょっと笑っちゃいますねあのざまあ見ろってことじゃなくて欲しいんだと思って 遊びたいんだろうなと思ってさずっと遊びたい人が半年ずっと抽選に外れるっていうのはさかわいそうでしかないからさ笑っちゃうんだよねでそれに参加つするつもりはないんですよねだからうんとレン版のプレステ5が出たら買おうかなぐらいでいいんじゃないかなと思ったりとかしますもうねみんな持ってる っていいいいうのがでいいんじゃないみんな持っててもう2代目買った人からお風呂もらうのでもいいしさ <laughs> 僕それでいいと思うでも今ゲーム人口が減ってるからそういう出会いというかそういうのなかなかないんだろうね僕運よくプレステ4ブラッドボーンが死のうで遊びたかったからさブラッドボーン遊びたいなと思ってたらすごい親切な人がいてね あのその親切な人から1週間か2週間借りたんだよねブラッドボーンねブラッドボーンと PS4 を宅急便で送ってこられて宅急便の代金も高いだろうにと思ったんだけどねいまだにあの時に送ってくれたあの,あ,のあれあれコントローラー大事に青いコントローラー大事に使ってますよありがとうございますあれ便利でいいね あとプレステツールの時代のコントローラーは丈夫だな壊れないなと思って今のコントローラーすぐにスティックダメになったりとかしてあの繊細なゲーム繊細だなと思ったりとかしますねでもそ,そのコン,コントローラー一つが示すのはさやっぱり1年か2年でこのゲームっていうのは流行が終わって 新しいゲーム機なり、まあ、新しいゲーム体験するためにスマホに行ったりとか全然違うゲームのサービスとか受けたりとかっていうことになるんだろうねだからゲーム機自体もそのうちレンタルのサブスクみたいな売り方になるかもしれないよねあの買い切りで10万の商品だけど1ヶ月2000円払ってあなたが好きな 時間だけレンタルしてその時間を逆算してお金もらいますみたいなあだから一月二千2,000円とすると1年で2万4,000円かで、えー、本,体本,本来だったら10万円なんだけど 5, 5年レンタルしたらあその10万円本体価格ですけどあまあどうせ遊ぶの1ヶ月丸々遊ぶのなんかないでしょうっていうので。 流行しししてる時だけ貸し出しますよみたいなそれはなんかでも損する商売のような気がするな <laughs>。どっかでもっと回収する要素がないとダメだろうと思ったりとかするし、それだと今度ダウンロードで商売する方のビジネスモデルが崩れるからね、やらないだろうなとは思いますけど、なんかそんな感じに思ったりとかしますね。僕はもう発売日にどうしても、 どうしても発売日に遊びたいっていうのがないからあと発売日に遊ばないとやっぱ遊び損ねるっていうので去年失敗したのがデス・ストランディングですからデス・ストランディングは本当発売日にそのオンラインに自動的につながってなんとなく橋ができていたりとか道路作られてんなとか思うのをこう、ね、うっとり眺めるっていうのがみんな遊んでんだなっていうのがあるんですけど。 デデス,ストランディンィグ今でも遊んでる人はいると思うんですけどやっぱり乗り遅れたっていうのがあれは一個ネックでちょっと追っかけで買えねえなっていうのがあったりとかします逆にもっと廃れてからのデス・ストランディングで廃墟みたいなねに中途半端にロープがつながってるあのデータ更新してるこのロープだけがなぜか残ってるみたいなさ サーバーはもう何回もそのあのいろいろそのデータを整理してさきれいにしたつもりだけどなぜかここに謎のロープのかけらがあるみたいなさそういう時に遊んだ方がいいかななんて思ったりとかしますだからもうあれはゲームが一過性のものだっていうのを分かっててそ,その瞬間にどれだけ集,集客するかっていうね小島秀夫ブランドとして。 っていう非常に分かりやすい例だななんていう風に思ったりとかします。で、遊んだ人としてはやっぱね、貴重なゲーム体験したっつって、後に俺はデス・ストランディングを遊んだんだっていうことを自慢するおじいちゃんになるわけですから、それでいいかなと思うけど、やっぱそれには発売日に買わらないとっていうね、発売日にどうしても欲しいんだっつって、ダウンロードの予約をするんだっつって <laughs>、時間が来ると、 発売日になるとダウンロードになるっていうのでその回線がこう集中するのを回避するっていう方法ですけどあれなんですねあんなになるんだなあと思ったりとかしてますだおららくそっちなんだろうね結局現物を生産するってことはねあの現,現物を生産するってことは それだけけけ無無駄駄ななコストををかけて無駄なものを作るわけですよプラスチックなんて100年持たないんだから100年後には読み込めないただの丸い円盤になってるわけで、えー、セガサターンのゲームだっけ今もうその CD が湾曲したりとかあー経年劣化で、C、CD が剥離しちゃって えー、プラスチックの部分がペリペリって割れてきちゃうとかさでそれでもうゲーム読み込まなくなったとかさっていうのも聞きますからたかだか20年ですよ20年経つと CD-ROM とかに記憶されてるゲームはあー書き出せなくなるよ読み込めなくなるっていう状況もあるんでじゃあ20年持つのか 1>, 1年2年で忘れられるゲームか、どっちがいいのかってね、な,なっちゃうんでね、しょうがないなと思ったりとかします。それで言うとあれだね、セガサターンで発売されたナイツっていうゲームが、プレステ2に移植されてるされる時の話だっけ有名であの。セガサターンの技術でそのナ、ナイツを動かしてるプログラムっていうのをエミュレーションで再現できなかったから、 結局、ナイツってゲームを移植するときに、そのか、カンコピ移植をするわけ。目で見て、キャラクターの動きとかを見て、その動きをプログラムに、プレステ2で動くプログラムに置き換えて作るっていう、ああのえらい苦労したらしいですけど。 もともとはだからプレステ2の中にセガサターンのエミュレーションを作るっていうのでまずその段階でセガサターンの開発機材の古いパソコンその古いパソコンじゃないと開発環境が再現できないからそこからプログラムを吸い出してそのプログラムを見てそれを丸コピするっていうことをやったんだけど結局それをやるとその古いパソコンがまず途中でクラッシュすると <laughs>。 すぐにハングアップするっつって、えー、作業にならないっていうことを延々1年か2年ぐらい繰り返すんだよねあじゃあ,じゃあこれはダメだっつってとりあえず今まで培ったナイツの内部構造がこう動いてるということを理解したという前提でプレイステーション2で映るナイツの偽物を作ろうって形になったので <laughs> よくやるわと思うんですけど 結局のところね X68,000 の時代からそうですけど目で見たものをコピーして、ね、再現度の高い動きにするっていうことの方が移植でほにゃららするみたいなのよりは実はゼロから作った方が早いとかそういうことなんだよななんて思ったりとかしました。 で、まあ、ファイナルファンタジーは総じて好きだってことで、いいかなあのちょっと12はね、不遇なのと、あんま理解されてないのと、うー実は暗い話だっていう。<laughs> 僕はこれ、あれですよあの。だから、反骨精神で褒めてるわけじゃなくて、ファイナルファンタジーには実はこの暗い面というのが、 あいつもつきまとってたはずなんですがうどっかの瞬間からそういう暗いのいやめようぜっていうのでなくなっていっちゃったんだよねあのな、ー、くならせて面白くなるんだったらいいんだけどなくなってかつねファルシになっちゃうからさ <laughs> あの本当ライトニングの話はあもうちょっとまとまってから出した本が良かったんじゃないかなと思ったりとかします。 あとね、ファイナルファンタジー10とか102とかっつって、えー、今ね、スクエアがセールやってるそうなんで、ファイナルファンタジーシリーズの昔の作品遊びたい人は、ぜひどうぞって感じだったりとかします。だからでも今、ファイナルファンタジー12遊ぼうと思ってもさ、ゾ,ゾディアック版しかないわけじゃん。あのー、ねあの、調整を入れた、 あのゲームシステムに調整入れたゾディアック版っていうやつがあーのベースになってそれが売られちゃうわけですから僕が好きなのは実はゾディアックになる前の骨の髄までしゃぶり倒してラグナロクを何回も倒した何回もは言い過ぎです3回しか倒してない1回ゲーム始めるとずっと止められないあれね <laughs> 白い翼を持った竜を何時間も延々と長い体力ば削っていくやつとかああいうなんだろうねもう本当に狂ってんなっていうのはなくなりましたからねまああれはなくなって当然だと思うんだけどまあの後に後にそれは「ファイナルファンタジー14」とかに あの受け継がれるわけですけどなかなか倒せない時っつって1回エンカウントすると30分もう席立てないっていう状態になる時がいるわけですけどいやなんかそんな風に思いますね10 12はやっぱりちょっと過小評価もされてるなと思ったりとかします うん、やっぱ混乱するんだけど混乱するけどこの混乱の中には実は現実世界のトレースがあって、えー、その日本という何も持ってない武力も何もない国がどうやって生き残ろうかとかってする時にあの他国と仲良くするとかあーよりもやっぱりあのじ自力を強くしてかわがままに生きるしかないんだっていう答えになってたりとか。 いい、えー、いうととこころがいいなあと思っていますだからこのアーシェ王女とか全然あの登場した時からキャラクター変わってないし成長してないんですよねただただそのあ自分が王女だっていう気ぐらいが高いことであと、ね、元貴族だっていうのでこの国と国を行くんだけどそ,そこに毎回そっぽを向かれてでいじけるだけの女の子で頼るものがなくなってバルフレアなので。あの <laughs> だ誰にも心を許せなくなった結果一番近いところであの私の涙を拭いてくれるのはバルフレアしかいないっつってバルフレアに行くという,こ,うこの人をバカにしたようなというかあー女性をバカにしたような表現とかも実のところあのちょっと乱暴だなとは思いつつもでもそれが人間だよなと思えるとこなんですよね。 こなんすよね人間が登場するってことは善の面だけではないのでもちろん悪,悪の面だけでもないんですけどあのキ,ャキャラクターは本当によくできてるなと思いますパンネロはよく分かんないけどね <laughs> あのアーシェは非常によく分かんだけどパ,パンネロちゃんは一番なんだろうなうー バンにくっついてくっついてる子っていうぐらいであと時々さ,さらわれる子っていう感じでいますけどーうーんうーんうーんって思いますけど <laughs> でも多分パンネロのエピソードもいっぱいあったんだろうね企画の段階ではゲームに入んないとかスケジュールの都合だとかあ直すんだとかっていうので 使われなくなったんだろうなと思います割とだから未収録のセリフとかもいっぱいあるんだよねファイナルファンタジー12にはねそういうのも含めてまあ大体ゲームはそうやって2点3点して作られていくものですけどいいなーなんていうふうに思いますまあでも結局僕は古い人ですからファイナルファンタジーの話として1234567 <laughs> 8外されちゃうね。申し訳ない。8は8で面白い話なんだけどさ、あの世界が滅ぶことが決定している世界線の中で魔女を救い出すって話だから、あのアイディアとしては非常に最も今風なのは実は「ファイナルファンタジー8」で。ねマドカマギカとか。 あと、まあ、タイムリープして、あのー、その運命を変える的なストーリーを割と先駆けてやってる話なんですよねファイナルファンタジー8の話は。だけどそこに学園とさ。うん 学園と,、まあ、あとそれまでの古きよきも本当世界中回らないと気が済まないというあ,あのロールプレイングの世界がちょっと喧嘩をしちゃってるけどストーリーで言うと割とあのね何だっけリノアじゃなくて、えー、リノアでいいんだっけ青い服着た黒髪の女の子。 あれを助ける話としてはよくできてんだろうななんて思ったりとかするけどあ,あの恋愛感情とか宇宙で抱きつくエピソードとかほんとやりすぎだぞって思うので<笑><笑>だからそっから原点回帰でナインが出てきたのには非常に良かった。でもこれ9は 偶数ナンバーと奇数ナンバーでいうと奇数だから実はマ,マルチシナリオじゃないというかと登場人物全員のエピソードがある話としてはちょっとあれなんですけど、うん、9は良かったね示談だががね プ,プレイステーションの、ね、プレイステーションの,その、ね、集大成として非常に出来が良いんですよただやっぱり「ファイナルファンタジーはその」は不可逆の物語としてあの最終決戦に入ったところでディスク4に行くと戻れなくなるっていうさあ,のあれだけが本当悔やまれるんですけど。 まあ、その辺はリメイクでなんとかなってんだろうなとは思いますけどん正統派のファンタジーとして、ね、あのお姫様を助け出すそれが騎士じゃなくて、まあ、泥棒の話だっつうのでその泥棒になってんのもなんか日本が土壌っぽいというかさ「ルパン三世の」の後々の劇場版「ルパン三世」みたいなあのいいルパンみたいな感じで。うん <laughs> 時短が出てくるところとか非常にぽいなと思ったりとかします、ね、だからもうこれはね追っかけのズッコ系新潟警部役にあのあきね太っちょの騎士がいてさでキャラクターそれぞれにフォローがあってみんなしねみんなみんな幸せになりましたで終わるのが「えー、ファイナルファンタジー9」なので。 主題歌も良かったし音楽も良かったし割とファイナルファンタジーのナンバーの中では素晴らしいなと思ったりとかしますねだけどやっぱあのビビのストーリーはでもあれでいいんですよスクエアは実はああのまあその後僕キャラクター死なせるやつはほんと嫌だっつうんだけどビビも死んでんですけどねビビは死んだけどビビの子供たちがっていう話になるわけですけどうん なのか関わった人たちの,その例えばだけど「ファイナルファンタジー」の「9」にはそ,それこそ何でこいつメインキャラクターに入ってんだっていうさ赤いアフロのでっかい鼻のあごひげのね人間大介みたいなやつがこいつとさクイナのエピソード異常に少ないんですよ <laughs> クイナのエピソードなんて師匠に会いに行ったら師匠いなかったって話だからそんなんだけだし えー、ああこ,こいつの名前ももう忘れちゃったけど赤い髪の人なんか本当になんか一瞬だけ昔の仲間と出会って吊り橋で会話するぐらいのエピソードしかなくてさでも僕はそれぐらい掘り下げないキャラクターがあってもいいと思うのであの全部が全部説明してこの人はこういう生まれでこういう。 トラウマがあったりとか,なんかそうそのキ,ャキャラクターの中にいろいろめんどくさいつながりがあったりとかっていうことを全部ゲームの中で説明する必要はないと思っててあのこういう雑な仲間もいることでいいんだよなと思ったりとかします。基本メインはジダンとガーネットとビビの話ですからあのそれでいいんだろうななんて思ったりとかします。 でセブンはまあ前にも言った通りリメイクの時にも言った通り大して,大して褒められた話じゃないっていうのがあるんで,で、まあ、そんな中で僕はもう「ファイナルファンタジー6」が異常に好きですからあの <laughs> 多分今でも「ファイナルファンタジー6」は手渡されたらクリアまで。 ずっっっととやっちゃううんだろうなと思ってますレベル99にするんだろうな <laughs> と思ってます。<laughs> あのー、これねつける指輪とかによって成長するステータスが違うから、あのー、ヒットポイント999にしようと思ったらレベル99になるまでにある程度その体力が上がるステータスを上げとかないといけないとか <laughs> MP もマックスにするんだったらやっぱ同じように。 こういろいろ付け替えたりとかしてレベルアップの前に付け替えたりとかガウの覚えるですよね飛び込むで覚える技はあ特定のところで出なくなる敵がいるからここだけは絶対に飛び込まないといけないとか <laughs> 結構遊びましたよそれでうーんこのファイナルファンタジーの6もうーん まあ、完全懲悪の話なんですけどうん、ね、割とその正義の味方側に立つから悪者以外に何していか分かんないっていうところもあるんだけどうーんその正義の味方側のメロドラマが良かったんだろうなと思ったりとかしますんみ,みんな悲しいのねこれね <laughs> 登場人物がねだから わりとあのファイナルファンタジー6っていうのは世界が壊れる世界が壊れる前と後の話を描いてるわけで、えー、せ世界が崩壊した後はもうなんかね夕,夕日しか映らなくてさもうファルコン号が飛ばなくてさ、えー、ファルコン号が飛ばなくて、ね だっけどっちだかは忘れたけどあセッツァーが乗る船が最初黒かったのが白くなったりとかさあ、あのー、出てくる主人公みんな世界に絶望したりとかあこうねプレイ前は世界の崩壊前は別にセリス好きじゃなかったけどもセリスが後半のあストーリーを引っ張っていくあたりになるとあなかなかじゃないかセリフスすって思っちゃう感じのね。 あのおじいちゃんが死んじゃうどころか素晴らしいですよねあの栄養のある魚を取れなかったからじじいが死んだっつって <laughs> あの崖から身を投げるアニメーションを見せられるっていうねあそこからまあムービーがどんどん過剰になっていくんですけどでもやっぱりもまだボイスも入ってない ムービーがないのでその見下ろしの画面からドットのね小芝居でこっちが救い取るしかないっていう分岐ルートもありましたね助けられるのもあったしあまああともうなんだろうこ,こ,この時代はもう決められたパッケージの中でさどう遊ぶかとかさ基本上から見下ろした画面のゲームになるから どうやったらそこに違うミニゲーム入れられるかとか違う演出入れられるかとかの戦いなのであーなんかそ,その辺はこ,この時代のスクエアのねその,ああの箱庭で遊ぶ感でゲーム作ってるというかそ,そういうのもあって良かったですね。だから これよりもっと表現できるようになっちゃうと青臭い表現が非常にこう作るのが難しくなったり演出が難しくなったりしてくるんですけどこの頃はまだシナリオで臭いことを言っても許されたっていう時代でもあったんじゃないかなと思ったりとかします割と好きですあのシャドウの話とかベーンベベベーンって出てくるとシャドウのテーマねチャチャーン チャチャララリラララーってやつね。寂しいですね。悲しいですね。え <laughs> へい,いいね。だから割とやっぱ悲しいんだよね。ファイナルファンタジー6もね。だからその悲劇の中で世界が滅亡した中でエンディングで光が差すっていう。 ととところも良かかったなと思ったたな思りとかしますよエンディングにあ青空が復活するあたりとかはとても良かった。で5ですよ。<laughs> バッツ。バッツ・レナ。あとは知らん。これはでも英雄の話だからさ。4英雄、4英傑の話とその4英傑の子孫の話だから。 まあ選ばれしものの話ですよねあ。だからでもまあそ,それで言うと昔の英雄の人たちが中途半端に封印したものがまた復活しちゃったんであのあ今度こそ粉々に亡き者にしてやろうっていうのがこの話のメインだから結構乱暴な話なんですよね。だけどこの「ファイナルファンタジー5」は あいわゆる2つの世界があって表の世界と裏の世界があってあその世界を行ったり来たりするというね楽しみもありましたねだ,だからそれで言うと「ファイナルファンタジー5は」はまあ「ファイナルファンタジー2の」のゲーム性をこう ずっと受け継いだ作品というふうにもなりますよね。これはもうエンディングが素晴らしかった。んなんつったって30分あるんだから。<laughs> ラスボス倒した後三30分エンディングの,あのキャラクターの小芝居見せられるというね。泣けよ泣けよという音楽がかかりですよ。でも ここでもうその、ここでバッサリと分かれるんだけど、実はあ、それまでのゲームとしてのファイナルファンタジーっていうのは5で一旦終わりを迎えるっていう、6以降ないんだけどあ、6以降9っていうと6と9みたいですけど、あ6以降ナッシングなんだけど。<music> うん。生存した人数やキャラ変わって展開変わったのはすごかったね。うん。あのど、うん、どっちのエンディングかな。<laughs> あっとファイブかな。ファイブ最後にキラキラってなってるやつもありましたねううね。で、あのこれ五ね。で、このファイブはこのゲームとしてのファイナルファンタジーとしては。 この最後に、この話僕結構するんですけど最後にキャラクターのの成長のレベルとさジョブとさ、さ、さジョブが出されれ。るんですよ。これ自分がプレイしたキャラクターがこれだけ成長しましたよっていうのをエンディングのラストのラストに見せてくれるっていうこれが素晴らしかったんですよ。 ラストのラストっていうかねあのスタッフロールの間か手前ぐらいに入るんだけどーこれがね実は6以降ないんですストーリーメインになってきちゃってそのゲームで成長あなたがこういうキャラクターで遊びましたよっていうようなことを示してくれるのはなくて。 あのこれ未だにねそのプレイタイムとかあ死んだ数とかっていうところであの確認できるっていうのはあるんだけどエンディングに持ってきてくれるっていうその粋な演出っていうのが実は5でなくなってるんですよねこれ残念だなと思ったりとかします「ファイナルファンタジー4」「月」えー「ぐぼう」「<laughs> いいですと」ともこれぐらいでしょ <laughs> ゴルベーサ <laughs>、えー、スーパーファミコンで、まあ、RPG が出るぞと。でまあ日本中その RPG というゲームが大流行してるときに出たゲームです。だから実はファイナルファンタジーの名を挙げたきっかけっていうのはファイナルファンタジー4で、えー、それまではドラクエの方が優勢だったんですよね。プレイヤー人口の割合としてもドラゴンクエストやってる人が多くて。 ファイナルファンタジーやってる人はまあその半分ぐらいだろうと思われてたところで、ドラクエ5よりもあ。あこ俺は正気に戻った。いいね,ね。今でもファンが多いですけど、ファイナルファンタジー4は。だから、それだけ新しいお客さんを獲得したっていうゲームでもあります。ねアクティブタイムイベントが初めて実装されたりとか。だから スーパーファミコンでゲームを売るためにどれだけこう新しいものを入れられるかっていうところの挑戦でもあったし音楽ももう格段にパワーアップしましたしねシルドラと別れる時なんかやっぱり今ドットで見ると何だかなと思うけど裏寂しい感じは非常にありますからね竜の,の鳴き声もだいぶ作ったとかって言いますけどああいうのいいなーなんて思ったりとかしますね。 えー、もうどんどん古くなると思い出補正が強くなるけど3はナージャジベリですよ。<laughs> よいしょ。あまあ、クリスタルの英雄とされる人たちが、まあ、小さな村から旅立って、えー、世界を救う冒険をするまでの物語ですけどでもやっぱメロドラマとして割と完成されつつあったのがこの辺なんでしょうね。 出てくるキャラクターのサブキャラクターほとんど死ぬっていうね <laughs> あの仲間になった人とか一緒に連れてった人がみんな死ぬっていうのはこの辺ですからー暗い話なんですよファイナルワンってもうなんかねそのとにかく困ったら人殺せばいいっていうような <laughs> 展開なんですけどやっぱねこれはいいですよなんかその。 世界に立ち向かっているのは自分たちだけではないのだというね結局その英雄の物語ではあるんですけどもその英雄たちの中で犠牲になっていった者たちのことも考えさせられるドラマとして「ファイナルファンタジー3」はシナリオもよくできてたしもちろんそのゲームであのゲームで遊ぶ時に玉ねぎ戦士からいろんなジョブチェンジができるということも含めて、えー、まあ今に至るまで そのファイナルファンタジーらしさの礎というかう多分ファイナルファンタジー3からファイナルファンタジーらしさっていうものは変わってないんじゃないかなと思ったりします。うん、基本的に、えー、いろんなことできるようにな,なったりとかジョブチェンジできるっていうのはそのセブンのマテリアで属性変えたりとかするところにもつながってますし。うん ここなんだろうね。ゲームとしてのターニングポイントは3で生まれたっていうところでしょう。で、ファイナルファンタジー2、これはもう名を挙げた作品ですよ。ドラクエ発売と、ほぼ、ドラクエ発売の後に7月か8月に出たんだよね。うんこれはもう、ファイナルファンタジーはすごいですよ、2は。あの、経験値がない。 レベルがレベルの概念がない腕を上げたければ両手に外装備していっぱい振れっていうね謎のゲームですからあのなんだこのゲームはっていうところでだからどんだけ変わったことして目立とうかっていうゲームだったんじゃないかなと思ったりとかしますお話はね スター・ウォーズと一緒で反乱軍が帝国軍を倒すという単純極まりない話なんですがこれもご多分に漏れず仲間になったキャラクターほとんど死ぬっていうねレイラ・グランじゃないかなは襲いっあれは弱かったは弱い、えー、召喚獣は3か2はまだそれなんだよねでもまあ結果 結果物理より魔法が強いんですけどあ,あのうんそ,それまでがだからまあドラクエのパクリみたいなゲームがいっぱい出てる中でなんとか違うゲームスタイルを確立しようでパソコンで流行ってたサイ,サイドビューっていうやつをより こうフ,ァミファミコンに昇華させたのはここかなと思ったりとしてます。もちろん、ワンもサイドビューなんだけど、あれはその画面の構成の仕方が味方側と敵側がね、ウィンドウで区切られてるから、あんまり実感がないあ,あれなんですけど、そ,、まあ、そ,そういう意味では、まあその、やっぱ話題性をいかに、えー、こう集めるかっていうので、この辺で坂口さんがね、 当時のファミコン攻略雑誌に出まくってな「ファイナルファンタジー」はこういうゲームなんですよっていうのをインタビュー記事から何からありとあらゆる雑誌に出てこの人は宣伝してましたね。も,もちろんそのねタイトルが示す通り「ファイナルファンタジー」ですからこのこの頃はまだスクエアも「あのファイナルファンタジー」は売れてるけど、ね、トム・ソウヤで失敗したりとか「テグザ」がうまくいかなかったりとか。 エグザの移植失敗してるとかいろいろある中での,あの模索の中のねあの作品としてはやっぱり今今振り返るとまあ面白いことやってたんだななんていうふうに思ったりはしますもちろんねあの森の中に入ると体が半分隠れるとかさビジュアルに対してのこだわりはもうこの頃からあったんだなって思いますけど、えー、そういうわけで「ファイナルファンタジー」ですよ。 あシナリオ「キン肉マン」のアニメのシナリオを書いてた寺田なんとかさんっていう人とか、まあ、音楽上松さんで、えー、もちろんこれもナージャ・ジベリがあ担当してるわけですけどもプログラムはね。少人数で作るゲームとしてはやっぱりう枠組みがいかに決まってるとはいえドラクエとどうやって 差別化しようかっていうゲームを作る中で、えー、もうグラフィックからねドラクエンがこう四角いドット表示というか1 6る1 6のマス目表示だったのに対してキャラクターに対してもねあのそうなんですけどあの地形が。 ドラクエと似通らないようにも,うもちろんゲーム性として白い山が越えられないとかっていうのはあるんだけどあの斜めのマップを入れるっていうね <laughs> そこを斜めにすることに何の意味があるんだと思うんですけどとにかく見た目をドラクエに近くしたくないっていうので,でも森のデザインもドットもさあの。 グラフィックでいうと4枚必要になるものを用意したりとかでそれが半身隠れるようになったりとかエンカウントしてもドラクエ的なその真正面から見た敵じゃないものにしよう、うん、とか含めてあと魔法も確か回数制限なんですよねこれはファイナルファンタジー3まで回数制限だと思いましたけど、うん、回数で魔法を唱えるとか とにかくドラクエがやってないことをやろうっていうねお話自体はねあのお姫様助けますっていう世界を救いますって話なんだけどあ、あのー、あ非常に孤島向けである,あるのとその物語の序盤でお姫様助けるっていうドラクエ的な話を持ってきてドラクエワンで遊べることはうちのゲームはもう序盤でちゃっちゃとやっちゃいますよっ,つって。 で、その後やることっつうのはその世界中の,あのクラーケンとか。あの。魔法数みたいだから、ねねうん、多分そ,その採用はドラクエがやってないからってことなんだろうね。MP、で。 MP で減らしていくっていう考えはドラクエはとても素晴らしいし分かりやすいと思ったけどそれぞれの魔法に回数制限があるというのはまた違った世界観を作り出すなというふうには思いますもちろんこれウィザードリーとかダンジョンドラゴンズとかいうルールの下で作られてるんですけどそれでもねあのよりダンジョンドラゴンズを参考にしたザナドゥとか あそっちの方のーゲームの方向性とはまた違ったものを出してるんだなと思いますただ今思うとやっぱりなぜ主人公たちは赤と白のグラフィックだったのか、ね、赤い髪に白い顔っていう,うのが「ファイナルファンタジー」のファミコン時代はあれでしたけどあれはやっぱファルコムに対しての敬意というかファルコムユーザーは赤い服着た 勇者が好きだろうつってアドルの赤い髪が好きだろうっていうあたりからももしかしたら来てるかもしれないです。<laughs> 今思いついたけどでも多分そのオマージュだと思うんだよね。ファミコンでできるグラフィックの中でとりあえず「ドラクエの勇者」は青なわけですけどその対抗として赤を選んだというのもあるけどもその赤を選んだ結果より ファルコムチックになったっていうのも、ね、別に黄色だってよかったわけですからいやあの黄色い主人公だっているんですよ「あのヘラクレスの栄光」とかねあの <laughs> 黄色い色のキャラクターでもよかったのにあの赤にしたっていうあたりとか本当ドラクエの対局だったんだなというか。 その対抗馬として全然ドラクエと違うものを用意しますよ、ね、キャラクターデザインに天野義高を使いますよと、ね、当時吸血鬼ハンター D とかの挿絵グリーンサーガーの挿絵とかやってましたけどう,うまいこと見つけてきたなと思いますしこの天野義高が初期の「ファイナルファンタジー」のイメージイラストを描いてたことで えー、やっぱりその違うビジョンを見せられるドット絵の中でそのドット絵から天野義隆の絵につながるものを見せられるっていうのはとても素晴らしいなと思いましただから当時で言うともうたつのコやめてっからさガッチャマンとかやっと出たマンとかさ あのそ,その辺のキャラデザインの人っていう認識ももちろん強かったんですけどうーそういうアニメの絵じゃないファンタジーの空想を妄想を醸し出すという意味で良かったんでしょうねよくこのゲーム売れたなと思いますよ。 僕は当時、ファミリーコンピューターマガジンという雑誌がありまして、徳間書店が出している、ウソテクで有名なファミマガですけど、あれがね、ファイナルファンタジー1の特集してね、最終ステージのマップをなんか、新聞紙ぐらいに開けるぐらいの攻略付録をつけてた時があった、も,もちろんその時僕はファイナルファンタジーを買ってないんですけど <laughs>。 なんかすげえ売り出してるゲームがあるなぁと思ってさで「ファイナルファンタジー2」が出るあたりで1を遊んだのがなだったりしたんですけどよくまあ今その世界でね何,何百万本も売れるゲームになったなぁと思いますよすごいね <laughs> だけどやっぱどんどん形を変えてそのこの 昔を振り返りながら見るとやっぱりそのどんどん余裕がないよね想像の余地がないというか絵が全部描かれちゃってこういう世界ですよというのを決められてしまいますんでもちろんそのグラフィックがきれいになってより売れるというゲームもあるんだけどかっちりとしたイメージが決まりすぎてたりとか。 例えばムービーが1つ入ったとするとそのムービーがあるってことは1つの風景を見せられるっていうことなので実はその1つの風景を違った角度で見られるインタラクティブに接触できるというところが実はゲームの強みであるんだっていうことをねあのー、スクエアは途中から見失っていくんですね。よりキャラクターであるとかあーよりビジュアルであるとか。 っていうところに持ってってその,あの決まった空間で移動させてそ,そこには自由度がないわけですよねシナリオがあって次のシナリオに行くまでに歩かされるゲームにどんどんなっていくというだから本当はその歩くという目的のために何を構築するかっていうのが「あそのファイナルファンタジー13」とかあ「15の課題であったんですけど。 そこにはもう、重厚なシナリオさえあればっていう、濃厚なシナリオがあれば、ユーザーはついてくるって信じたんですけど、あのー、その濃厚なシナリオを用意するでしょ、濃厚なシナリオで、あのー、かっこいいこと言おうとするでしょ、あのー、バカで荒らせられる方はですね、理解できないんですよ。<laughs> あのー 何が起こってるか分かんないっつってはファルシファルシっつってバカにしてその用意されてるストーリーをもう読み解こうともしないわけですそ,それだけもうゲームをする人が飼いならされたというかボタンを押すだけでいいゲームとか何も考えないで謎が解けるゲームっていうのに慣れすぎてしまったんですねだからもうその層に向けてもう噛み砕いた 分かりやすいストーリーをもう作るしかなくなってしまったのが実はそのあまりにも売れすぎたファイナルファンタジーの罪というかもうそうせざるを得ないっていうねあの頭を悪くしたユーザーは頭が良くなることはないんですねあのだから常にゲームで挑戦し続けなければいけないんですけどその辺のバランスは難しいよね今もうユーザーがお客様だから その辺が難ししいいいんんじゃないかななかかててう,うに思ったりとかしてますだから「ファイナルファンタジー12」を僕は今日ちょっと褒めようとしていろいろ「ファイナルファンタジー」シリーズを語りましたけどあーこう過去に遡れば遡るほど売れたくて始めた「ファイナルファンタジー」は一度こう売れ切ってしまった後につまんないユーザーが残ったっていうようなあ答えになってしまってちょっと悲しいなというところに。 たたどり着きましたもちろんだから他のファイナルファンタジーがもし衰退するんであれば違うゲームがあの受け入れられるわけですから「スカイリウム」とかあー「フェイト・グランド・オーダー」とか「グランブルー・ファンタジー」とかあ新しいゲームがそれの受け皿になっていくのでねあの本当はファイナルファンタジーは割と作り手が自分がやってることがかっこいいとか面白いっていうのを信じて んとんがった方向に行った方がいいのかなーなんていうふうに思いますん、あのー、あ,のあらかじめ予備知識でファルシーがほにゃららっていうのはですね、あのー、あるとあこれがファルシーかっていうふうに <laughs> あのなると思うしあの「ファイナルファンタジー13」自体あの触り非常に上手なんで。 あのー、遊びやすいかもしれないです。触りは本当にいいよ、あのオープニングはああの。オープニングはとてもいいんですけど、そのとてもいいオープニングをパクったのが、あのー、アストラル・チェインなので、実はアストラルのチェインのオープニングって、ファイナルファンタジー13丸かぶりなんですよ。<laughs> とかその最初の触りがいいんだけど結局その最初の触りと同じことをずっと繰り返すからボス戦とか攻略とかああこう倒せばいいのねっていうのが2回目ぐらいで分かるような仕組みになってるんですけどその2回目で分かることが分かると面倒 <laughs> くせえってなるんです やらされてること一緒だから,いや、うん、やら最初にやった戦闘と同じことをちょ,っとちょっと視点変えた戦い方しなきゃこれはダメなんだねとかさあの、うんうん、こ,のこのレベルで遭遇するってことはまあ,あ,のあのそ,それ相応の倒し方があるのねとかこの,この手前で拾ったアイテムが割とこう お助けアイテムとして役に立つのねとかっていうのがなんかもう全部仕込まれてる。で一本道だからあの本当に一本道だからダンジョンもないぐらい一本道だからあ,ーあのー、そういうのもあってさ僕は途中でだれましたけど途中で誰た後のあのネタばらしがひどすぎてね なんだこのゲームって思いましたんで <laughs> あのぜひ楽しみに遊んでいただけると本当つかみはいいんでつかみの戦闘とか僕はもうそのそつかみの戦闘をすごく強く言いますからだから非常に意識してそのつかみの戦闘をああメンマさんが言ってたこの最初にもし「ファイナルファンタジー」触った人がいたら割とああこういうとこで喜ぶんだろうなとかさ メンマさん言ってたのこういうとこの序盤のこういうとこなんじゃないかなっていうのをうう思っていただければいいかなっていうふうに思いますだからねあのクソゲーだから遊ぶなとは僕も言いませんけどいやーあれがだからプレステ3最初のファイナルファンタジータイトルでしょ力も入れてただろうし 当時のスクエア・エニックスはねあの、それこそ飛ぶ鳥を落とす勢いというか、プレイステーションのキラータイトルで、ファイナルファンタジーシリーズが遊べるから、あと、まあ、メタルギアシリーズが遊べるから、プレステスリー買うっていう人がいた時代なのでゲ、ゲームの作りとしてはいいですけど、とりあえず13やった後に、ちゃんと13-2も遊んでくださいね。あの ライ,ライトニングストーリーというのが後に出てるんですけどあっちも遊ばないと結局わかんねえからあの世界の話は2 <laughs> 本セットでどうぞ <laughs>、えー、なまあだからそ,そういう意味では「ファイナルファンタジー13は」にはああーよかった特にライトニングの方は品薄ですから その13本編に比べては手に入れてるのはいいなと思います。だからファイナルファンタジー13は結局そのライトニングというあのピンクの髪の女の子に絞ったっていう意味では正解だったんだろうなとは思いますね。だからその12がほら主人公をばらけちゃってあの主人公のと言われてる バンの話が何にもないと本当パバ,バンはその旅の一行の一番後ろで「おいおいおって言ってるような人だからさすごいよねあれはでもそれは世界を描いてるんですよそのちっちゃい小国の一市民は王族会ってくれないんですよあのあのアーシェと仲間になるから王族近いとか話しやすいと思ってるかもしれないけど おいいとと天皇陛下にに会会えなななのと一緒んんでですすよよ国王に会うって大変なんですよだから国王に会うにはやっぱりあの女王であったりとか王女であったりとか王子であったりする必要があるんですだからそういう目上の人についていくっていう形でないと世界を巡れないんですよだからあれは正しいんですよでもそれをするとお話がね「あいつも僕は蚊帳の外だ」と。 うん、バンに思い入れしている人は思うわけですよ。それはしょうがないね。<laughs> だから、世の中ってそうなってんの、おかしいよね。であるとか、人間って、なんでそんな世界を作ったんだろうっていう疑問を持たせるには、ホワイトファイナルファンタジートゥエルブは、そのいいとこついてると思うんですよ。なぜ、人間は産業でこう文明を持たなければいけないのかとかさ。 それこそ文明を発展させると人を殺す道具が生まれるわけでそれはもちろん魔法が発展して人が殺す道具が生まれるとかねあの一緒のことなんですけどじゃあなぜそれは世界にあるのかっていうもののそのつなぎ方が「ファイナルファンタジー12」は12うまいなと思いますね。 そ,そこはうまいなと思うんだけどそこから後の本当はこんな話考えて人間って残酷なんだとか、えー、すごくひどい考えを持ってる人とか陰謀を持ってる人とかあ人を騙す人がいるとかっていうことが分か分かそ,そこにもうお話作る人はもうたどり着いちゃってるわけだけどエンターテインメントにする時に。 人のひどいこととかする話はなかなか難しいわけですよ。みんな遊んでてだってね、略奪される話とかさ、こんな悪いことをする人は滅んでしまえばいいって思うでしょ、ゲームする時とか。なんて,なんてひどいことをするやつなんだっつって。だけど、やっぱそこで現実世界とリンクして考えると。 やっぱ兵器を作ってる人は死なないし殺されないし武器商人はあ絶対にいなくならないし武器商人はお金を儲けてるわけですよ愚かな人たちに武器を売ってね、えー、そ,そういうことで世界は成り立っているんだとそんな危険なあ世界にどういう終止符を打つのかっていうことで松野さんだったらこんな 週末結末にしないだろうっていうところの落としどころとしてそのあのあのベインを使ってしまうわけですね。あのベインが最後に融合してあ,あそこが「いや私はこれでいいと思う」っつってあの,あの結局その「ファイナルファンタジー」のラストの戦いに僕が納得しないのはさあの あの大月賢治張りのこう超ロン毛のソバージュの、ね、これベインベインっつってるけど名前違うかもしんないけどうこうしたたかな王子がいるわけですよ後にこうお話の中で国王になるっつって宣言をする、うん、人、ね、こ,のこの人ってねはじき者なのよ何のつまはじきものかっつうとその でっかい赤いビルがいっぱいある帝国の一番偉い人なわけ、えー、国王の息子なんだけど元老院からも煙たがられてるしああの自分の考えてる平和な世界っていうのを実現さそうとするときに国内の自分の味方が敵になるわけよあーでそういう国民とか傷つけたくないとか もともと正義の心で動いてた人があの結局はその自分の夢を実現するためには悪に染まらなければいけないと人ならざる者にならなければいけないっていうところのーにたどり着くんだけど いやでもそのたどり着く苦悩自体はお話には描かれないんだけどだけどこのつまはじき者はこのクリスタルのパワーを持ってるこの影の人物もその12人だか13人の賢者の中で一人だけ人間界にあ消えていったやつがいるってその消えていったやつがこいつなんですよ名前忘れちゃって申し訳ない。 だから嫌われ者同士が僕たち嫌われ者だよねっつって気持ちわかるよっつって仲良くなってあの力を貸した結果この人に黒い翼が生えるっていう話なので、ね、いやーいやそこそこをもうちょっとさっていう <laughs> あの急いで結末つけて結局こういうことでしょうみたいにしちゃうのはそ,そこを単純か。 これファイナルファンタジー12の話です。あのさ最後の最後にエ,エンディングでこの2人が語り合うとこシーンがちょっとあるんですよ。いい私はもう十分だって話があるんだけど、あの、急い、ケツを急ぎすぎたんじゃないですかみたいな。だから本来のか物事の解決はファイナルファンタジー12では一切行われてないんですよ。 世の中に魔法は存在し続けるし兵器も存在し続けるしそそそそう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 だからここ,こ,このここのつながりをだけ見せちゃうから余計そうなんだけどその世界の複雑さに対して最後に取った行動があまりにもそのこの。 物語を進める上でずっとこの人頭のいいキャラとかとしてベインというベインじゃなかったらごめんねあキャラクターがいるんですけどこれが急に頭悪くなっちゃって筋肉バカになった第二形態で筋肉バカになった後にさ、あのー、最後にアシュゲイネになっちゃうからさあ、あのー、違うでしょってだから最終決戦で歯車とかネジが飛ぶ技があるんだけどさ それれでなんんか瀕死状態にささるんだけどさねじってとか思うんだけどでもそれ,それ自体にはやっぱりそこに、あのー、意味があるんですよねネジ、ね、が飛ぶってことは結局人間が作り出した産業があの人を襲う、うん、あのあのだからあれは松野さんが入院したから完成しなかった話なんですよ。 無,無理やりだからそれまで敵国だった人の対象を敵にしちゃったんだけど実はそこも通過点であのなぜ人の世にはこんなに悲しみを生む機会があるんだと悲しみを生む魔法があるんだっていう提案にある中でそこで我々はどう生きていけばいいんだっていう時に手を取り合って仲良くわか笑って暮らしましょうだけでは、えー、済まないわけですよ。だから本来 僕はこれはもう想像で言うんだけどあの例えばベーシックインカムみたいな考え方があったとしてさ自分がすごい金持ちになったとし,しようよゲームの中でで、その金持ちになったギルをさそのみんなに配って回るイベントとかさゲームになったらどうよって思うわけ絶対面白くないんですよ。 自分が集めて <laughs> しこしこ貯めた金をさなんでゲームのモブキャラに配って回んなきゃいけないんだって思うじゃんでも思想としてはそういうところなんだろうなと思うそ,それすら実験であの,あのどう生きたらいいかその綺麗事ではなく世界を変えるにはどうしたらいいかっていうのが割とファイナルファンタジーの このの辺からのテーマななんだろうなと思ったりとかしますだただ悪いやつ倒したやったーで終われる話はないんで終わっちゃってでやっぱその「ファイナルファンタジー10の話はあのその悪いやつ倒すんだけどその悪いやつ倒すためには必ず犠牲が生まれてしまうっていう,うだけどそのねその犠牲になる人間っていうものをの振り返りで お話話がが進んででいくののフファァイナルファンタジー10の話ですーだから実はナンバリングが進むごとにその辺のな,んだろうなぜこの世界の中で戦わなければいけないのかみたいなコンセプトは割とその回を重ねるごとにその頭いいことになってってんだけどその頭いい感じのやつが ゲームにししか込めないんでしょそのゲームは基本的に快楽装置だから快楽とは真逆のことを要求されてきちゃうんだよねファイナルファンタジーはシナリオ的にそれが喧嘩しちゃうんだろうなと思ったりとかしますだからこれでいいじゃんっつってあの出されるとみんながまたそこで途中まで頭良さそうな話してたのにここでバカであらせられたっていうのがあのなっちゃうっていうね たから、はい、それはだって「ファイナルファンタジー・タクティクス」とか「タクティクス・アドバンス」があるのでそっちの方で語ってるとは思うんですけどねどうにもね入院さえしなきゃなーっていうのはとてもあります。あとこういうの表現したいっていうのが OK 出なかったとか、うん、と当時の倫理的には。 そういうの無理ですって言われたりとかもあったんだろうなとは思いますけどあもったいないなと思ったりとかしますねはいゼロ式はねやってないんですよゼロ式は PV 見ただけなんですいつかやろうと思ってプレイ動画も見てないんですけどあそうゼロ式ね赤い制服着たその 兵隊の人たちが主人,主人公になってる話ね。やりたいとは思うんですけどね。想像ですけど、ファイナルファンタジー8なんじゃないかって思ったりとか、学園ドラマなんじゃないかって思ったりとかしてますけど。だからそ,そもそもゼロ式も続く程度の話でしょ、あれ。でも思ったより、そのね、売り上げがなかったりとか、当時のスタッフが。 そのまんま次回作を作れないとかっていう状況だったんだろうからねゼロ式鳴り物入りで、あのー、作られましたけど結局そのプレイヤーがうーん携帯型のプレステのねだからコストかけれないところになったんだろうなと思うけど。 でもファイナルファンタジーフランチャイズはやっぱ難しいと思うんですよ。クリスタルクロニクルもそうだけどさ、いかにいいゲームであったとしても、そこそこ売れたとしてもさ、そのもっと売れてるタイトルに届かなかったりするわけじゃん。そ,そうすると、ね、次回作凍結っていう形になるから、うん、しょうがないなと思ったりとかしますよ。ま、ずだからそ,そういう意味で言うと、ブレイブストーリー2が出るって割と奇跡的なことなんですけど。 うね <laughs> <laughs> まあ今はそう,そういう時代なんだろうなと思ったりもしますけどあのー「オクトパス・トラベラー」のねあの続編みたいなのも出るしねなんかうんねこ,これの次回作あればいいのにってはい。 うんそうまあやらなくても大丈夫ですよあのき基本的にはそのちびキャラが動く RPG と思っていただければ問題ないのでだからある程度スクエアでは内部的に「これ前にもやった」とかいうやつがいっぱいあるんだろうからね作ってる方も同じことをやりたくないんだろうからうーんだって「s a シリーズとかもあるし <laughs> サガシリーズはアホみたいに出ましたね、それで言うとね。魔界投資、サガから始まりさ、まあ、相当売れたんだろうね、最初のサガがね、ゲームボーイのね。で、サガ2が出て、で、あのスーパーファミコンでロマンシングサガが出てで、ロマンシングだけでシリーズは3つ出て、で、その後、 ああのプレイステーションでもなんか佐賀の新作が出たりとかしたでしょ「佐賀フロンティア」とかさ <laughs> 追いきれませんぜあそこまで行っちゃうとああそう「アンリミテッド・サガ」とかそれこそね携帯電話で佐賀のサービスとか結構受けたらしいでしょ ぐらいにみ,みんながち地下地下水路の曲とかつって世界一かっこいい地下水路の曲とかっていうのが残るぐらいだからアリーダーが残るぐらいですからあ,ーあれぐらい売れないとダメなんだろうねでもそれはね何のカードでどのタイミングで出すかにもよるしだから。 その例えば「ファイナルファンタジーガイデン」という意味では一番成功したのは「政権伝説」なんだろうけどその「政権伝説」もやっぱりねあのー、3作品作られたあとに、えー、LO、うん、うん、だからプレイステーションで売れたからね、うん、それはなるんだろうだけど多分プレイステーション2で。 作られた「アンリミテッド・サガはたぶんリメイクされないんですよ面白くないし売れなかったしああのだ,か、ね、だからそういうことですよ「政剣伝説」もねみんな「政剣伝説2」は覚えてるけど「3」どんなだっけとかさ「ーマナ」シリーズってどうだったっけ 3です。3で一応ナンバリングは止まってて、その後ほら、な、ま、んとかオブマナーっていうのがあって、それでまた政権伝説の,そのスタイルが変わってったんだけど、でもやっぱ先細りしちゃったよね、政権伝説はね。あの割とそのプレイステで出た、何オブマナーだか忘れたけど、L が最初についたような気がするんだけど。 「世間伝説4」出てたっけああじゃあ僕やってないんだね「世間伝説4」はね、うん、出てたんだ DS かなんかですか「据、う、え、ん、置きハード」で出てたレジああそうそう,そうそう「レジェンド・オブ・マナー」は名作なんですよなんで名作かっていうとそのファンタジーの世界の中にいろんな生き物がいるんだ その生き物たちと僕たちはどうやって生きていけばいいんだっていうどう仲良くしていけばいいんだろうっていうその提案のストーリーでああありがとうああじゃあ全然知らないんだねナンバリングで4出てたそうですでもやっぱその4はそのファンの人が買って遊んだのか遊んでクソゲーだったのかは分かりませんけどプレステ2の聖剣2は僕の記憶に全然残ってないね プレステ2っうとね、ドラクエ8と、ファイナルファンタジーの10と12と、うあとはなんだ <laughs> 薄型のプレイステーションで遊ん、トルネコばっかり遊んでたんだな、あの時代な。<laughs> ごめんなさい。プレステ2でプレステ1のト,レゴトルネコ遊んでました。<laughs> ごめんなさい。<laughs> プレステ2タイトルとあとサッカーゲームが流行ったとか、 なんだろう、ヤンガスの不思議なダンジョン遊んだりとか、あと何で遊んだっけな、割とプレステ2の記憶薄いんですよね。なんか、プレステ2と同時期に、剣心ドラゴンクエストで遊んでたとか、<laughs> 割と、割となんだろうな、覚えてないですね、あのどんなゲームで遊んだか。 皆さんプレステ2の思い出とかありますかプレステまあ遊んでないってい人もいるだろうけどこんなゲームあったよねとかザ・迷路シンプル戦シリーズとかああそれこそお姉ちゃんバラの初期がプレステ2だったりとかあ,あ,あと何遊んでああマドコアも遊んでたのかあと何だろう うーんあとの記憶に残ってんのがないね PS2 ねだから僕はもうもう売れ線のゲームだけしか遊んでないのかもしれないプレステ2はいろいろ,いろいろ出てたけどそれこそ僕の夏休みとかもあったしメ,メタルギアソリッド2と 3が、ああ、そうだ、メタルギアソリッド3一生懸命遊んでたんだ。あと何遊んでたっけな。まあ、今よりももっといろいろ忙しくやってたんで。いああ、グランツリースもありましたね。グランツーリースも遊んでた。ああのグランツーリフォも4、プロローグをずっと遊んでたわ。<laughs> あったあった、綺麗になったなぁって思いながらくあ、こんなにグラフィック綺麗になるんだーっていう風に、プレスセ2の時にすげえ感動してたのは、今見るとただのポリゴンのザリザリの絵なんだけどね、あそうだそうだ、でロード、ローディングが長くなったんだよ、その,その頃からな。何があってもローディング、あ,あとドラゴンボール Z3 とか遊んでたな、<laughs> 全キャラ出して。 全キャラ出してコンピューターに戦わせるのをずっと見てたりとかしましたね。あとドカポンとかか。ね、やっぱプレステ2自体がもう,も,うもう僕の年代になると一生懸命遊ぶ年代でもなくなってんだろうし。あってことなんだろうね。プレステ2ね。<laughs> いろんな色の本体が出たとか側は覚えてるんですけどそれ以外は覚えてないなやっぱちょ,ちょっと離脱するんだろうねその頃からねで多分その離脱してる時期に「政権伝説4」は出てんだろうなと思いますご存じなくてすいませんでした、うん、ありがとうございますあまあそんなもんで商売にならなきゃしょうがないんですけど 売れなくても一生懸命出すゲームぐらい頑張ってほしいなとは思ったりします。もちろん売れなきゃしょうがないんですけどねスクエアは巨大な会社ですから社員食わせるためにはヒットメーカーを作らなきゃいけないんだけどうーんまあ今そうやって小ぶりなタイトルがいろんなジャンルで出たりとかする分にはいいのかななんて思ったりとかします。 うんでもやっぱやっぱりそのあ何にも考えないで面白いゲームっていうのは若いか会社じゃないと作れないのかもね攻撃的なゲームというかとんがったゲームっていうのはどうしてもそのどんな人でも遊べる,めるゲームにねしないと買ってくんないっていうのもあるんだろうかな でもそれそれをするとやっぱりそのバカでバカで荒らせられる方がやるゲームがー正義かとなうとなんかそれは正義じゃない気がするのであ,ある程度そのああ頭悪いレビューとか宣伝ってあるじゃん <laughs> このゲームおもしれーとか。 あの何にも考えないで面白い面白いっつってる人の話聞いたってゲーム買おうとは思わないわけである程度その文才がある人とかがさあの良い進め方をするのがやっぱゲームであってそう,そういう人が遊んでんだったら遊んでみようかなとかこの人が遊んでるから遊んでみようかなとかこの宣伝文句いいなみたいなさ。あ のはやっぱりリテラシーが高い人は広めてくんだと思うのでうーんなんかそう,そういうのが育たなかったりとかそういう人がくっつかないゲームはやっぱりそ,そういう魅力がないゲームだから僕みたいなアホで荒らせられるメンマさんはガーリックを進めるわけですけど <laughs> アクションゲームガーリックを進めるわけですけどあの ファイナルファンタジーは多分もうちょっとその中,中学生とかより上の人が少し響く何かじゃないとそれは決してノスタルジーではないもので、えー、知的な何かを持ってこないとダメなんじゃないかななんて思ったりとかします。へというわけで今日は後半ゲームの話をしましたけど

ゲーム雑誌も今なくなったから事前情報を調べるっていうのもできないし最近のゲームプロモーションでムービーシーンしか流さないっていう卑怯なゲームのプロモーションをするから動画見るしかないっていうのもわかるっちゃわかるんですよあのこういうゲームですよっていうのをそしてこ,こ,のこれがこのゲームの売りなんですよっていうのとかここが他のゲームと違いますよとか こここ面白いいでしょっていうことを出ほんとムービーと声優のボイスでこいつが出るよっていうような説明しかなくてゲームの中身分かんないやつがあるんですよ。<laughs> どことかは言わないけどあのもっとゲーム画面見してくれよなんか爽快に敵が吹っ飛んでるシーンだけ見ても何のゲームでどうやったらこれが爽快になるのかの。 プロモーションになってねえよみたいなさ、そカチャカチャ変わる、その1秒に1回ぐらい切り替わるぐらいのテンポでさ、そのゲーム画面見せたりとかするやつとかさ、見せる気ゼロじゃんとか思っちゃうわけ。そうするとやっぱ序盤だけでもあの <laughs> その動画で見ようかなとかっていうのは、僕も気持ちは分からなくはない。それは ゲームを例えば「桜姫」のプロモーションは非常にうまいわけですよあ。あれはゲームのプロモーションで嘘ついてないから稲作をしてその稲作の途中にアクションゲームするっていうあのその稲作がちょっと面白そうだなとかどんだけその稲作のバリエーションがあるんだろうとかさその牧場物語とど,どれくらい差があるんだろうとかさ。 あいうのがあるわけじ、ね、ゃん<れ>なんか天候に左右されたりその植える感覚も全部バラバラだと育ちが悪かったりとか詰めすぎるとやっぱり不作になったりとかするらしくてすごいなと思ったりするわけですでもあれはプロモーションとして桜姫割と完璧なあプロモーションなんですよあだから全てのゲームがそうであれって話ですよ だからカードゲームでやったらちゃんとカードゲームでなんかやってるとこ見せてくれればいいしさだけどカードゲームでさエフェクトがこんなに出ますとかっていうプロモーションされても困るわけそのこのカードゲームは他のゲームと違う戦略性があるんだとかさそ,そういうところをちゃんと会社が見せてくれたら別にその動画見て済まそうとかってことはないわけですよ分かんないから調べるわけでそのゲーム性がどうなのかっていうのが。 だから割とその動画見て済ませる人たちの気持ちもわからなくはない。あとダイレクトの紹介の仕方も割と良かったんだけどタイミングだ。<laughs> タイミングで「桜姫」はあのねダイレクトミニじゃない方で紹介されてたらより良かったなとは思ったりしますけどまあコロナでタイミングが良くないっていうのもあるんだけどねまあだからおなじみのゲームはさ例えば桃「桃太郎電鉄」はおなじみのゲームだからさあのもういいんだけどさあの 何って聞いて知らない人が聞いたらしね大抵友達が知ってから今度の桃鉄こんなんだよとかさ相変わらず面白いとかっていうことになるわけですけどそうじゃないゲームはほ本当にそのゲーム性がないんですって宣言してるようなもんだからさ CM であのゲームの映像を見せないでキャラクターの映像と声優の声だけでさ あの「何周年です」とか歌ってるのは本当にただのお祭りで人を集めるだけのゲームでそれで集まる人がお金を落とせばいいっていうタイプのゲームだからそのねシステムの説明ぐらいだから「馬娘」もそうなんですよ馬娘は <laughs> ゲーム画面見せてけどあれ全部ご褒美画面なわけであの育成してるシーンが どうにも分かりづらいその育成自体がやっぱあれつまんねえんじゃねえかって僕今疑い始めてんですけど「ウマ娘プレイしてないんですけど育成するのにまあ一日で育成をすげえ進ませるにはそれこそ何十万も課金しなきゃいけねえんだろうな」みたいなさ課金カードみたいなのいっぱい揃えなきゃいけないんだろうなって思う感じのさ。で結果それを CM で説明しきれないってことは結局その金で殴るゲームなわけだろうっていうふうに判断しちゃうわけでで勝てばコンサートで戦ってる時はレースでそれを走ってるのを見るっていうあとはそのねバストアップの女の子に対してタップしたりとかどっかでくじ引いたりとかして課金くじ引いたりとかして自分の,そのキャラクターを強くするっていう。 そ,それで済んじゃうゲームなんだろうなっていうふうになるわけですね育成ああほんとあのー、だからなんか聞いた話によるとおそらくまとめサイト通りなんだろうけどあのー、育成モードはパワープロらしい <laughs> なるほどと思ったんだけどパ,パワープロは知ってるからさ あのそ育ちそうな選手見つけてきて一生懸命練習させて一週間に一回休み取らせてみたいな感じで育てていくやつだろうっていうなんかねだからまあ今一生懸命馬娘が売れてるみたいですけどでも CM 自体はダービースタリオンはあれですよあの本当にランダムで馬持ってきて。 時代に引きあああそうなんだよねだからウマ娘の宣伝というか SNS で見たので僕が感心したのはウマ娘のその血統みたいなやつでそのスキルを受け継ぐパターンっていうのがあってその受け継ぐパターンにはやっぱそのねあの牝馬をどうにかするとかっていう 掛け合わせがあるんだって、ね、で、その掛け合わせにちゃんと法則があるんだっていう説明をしてる SNS があって、それは、ああ、なるほど、こういうゲームなんだって言って、あそこに戦略性があるんだっていうのが分かってさ、で、変な馬掛け合わせとその失敗しちゃったりとかあるんだけど、あそ,そこすごい良かったなと思います。で、ダービー・スタリオンっていうのは、 あの普通に馬主になってだから。 最,最初に1億円ぐらい持ってんのでその1億円ぐらいで買える馬って割と最初は大した馬が買えないわけでそ,そこで走れる馬を探してでその走れる馬を例えば1億円あるから1億円の馬買おうかっつうと買えなくてに最初2000万ぐらいの馬買うんですよそれで、あのー、レースに出して勝った負けたっていうのをやる間に競走馬と別に 牝馬を買ってう次に次に走らせる馬の子作りも一緒にするわけだから本当に馬主になってやることをそのままコマンドにして <laughs> シミュレーションゲームにしたのがダービースタリオンですだから格の馬主になれるから楽しいんだよあのダービースタリオンって <laughs> ねいろいろあるから馬主になってその あのまあその馬主以外のことしないから株で失敗するとかっていうのがないんだけど、まあ、たまに牝馬で買った馬が病気で死んだりとかああせっかく子供が生まれて3歳馬になってこれからレースに出そうっていう時に足骨折したりとかだからねファミコンの時代からずっとダビスタってあるんだけどその中でたまに天才の馬っていうのが生まれてくるわけ。 それがまたその競馬で出てくる東海帝王みたいな感じで思い入れをしてあの全ての賞レースで優勝しようとかっていうその,プレイヤー独自の目標ががでできてくるのがダービービスタリオンですだから馬娘みたいに最初から名前のある馬がいてその名前のある馬をめでてなんとなく調教師っぽいことでタップしてなでなでとかするゲームとはちょっと違うんですね。あ,のあくまでもその 馬主体験シミュレーションがダービーストーリオンだからあの、ちょっと違うんですあの。馬走り始めたら見るしかないしね。でもそれが、それまでのゲーム界になかったシミュレーションゲームだから、これは面白いっつって、あの楽しい楽しいっつって。 えやってっけど基本的にダービースタリオンでやってるのは悪魔合体だからあの馬を使った悪魔合体をしてるからあれは女神転生なんですよ <laughs> ダービースタリオンは。で結局それはその悪魔合体が楽しいって答えになるので、えー、そういうのがあったりとかします。まあ、あとその今は難しくなったけど昔のファミコンのダービースタリオンはあの。 その子供作る時に掛け合わせ気に入らなかったらリセットすればよかったからさか確定ボタンを押すまではリセットすれば戻るからず <laughs> っとボタンを押していい馬が生まれました星星子の馬が生まれましたってなるまでずっとボタンを押してリセットボタンを押してリセットみたいなそ,そういうゲームですダービー・スタリオンはあー「馬娘は女性キャラしかいないので」 えー、メス、オスで血統インプリードできないから育成したキャラとキャラを掛け合わせて育成キャラを作成します。なるほど。だから、それ,それにもなんかそのそそれ、それぞれの馬のなんか枠組みがあるわけでしょそ。その掛け合わせで、なんかすごい超強い馬が生まれる法則があるっていうふうに聞いてるので、その、 あのあそ,そこが戦略性なんだろうなゲーム知らないけど一応その自分たちが介入できる部分があるんだなってた,ただ馬を愛でるだけじゃないんですねっていうねあの課金アイテムで強い装備をつけて強くなるタイプじゃないんですねっていうある程度ゲームに対してその,のめり込むだけの勉強が必要になると。 追いつくためには勉強しなきゃっつうとそうすると今度攻略サイトが盛り上がるとそうする攻略サイトが盛り上がるとこんな面白いゲームやおーじゃ盛り上がってるサイトがあるってことはこのゲームは面白いんじゃないかって勘違いする人が出てくるっていう,こういい作業なんですねでもそれはバカであらせられる人を集める作業でもあるのでどっかでどっかでそのデマを信じる人たちがなんかウマ娘は実は。 もうだめらしいとかいう話を聞くとそれ真に受けて、えー、急に人気がしぼむとかあバカで貼らせられる方がなんかサーバーの障害があったのにあのお詫びのジェムがねえとかっていうふうに騒ぎ立てたりとかするとまた違った風に転んじゃうっていうね <laughs> 人気商売は難しいですねそういう意味ではな。 今僕あの画面に「惜しまい」って書いてから終わろうと思ってからの「馬娘」の話で申し訳ない <laughs> ありがとうございました <laughs> 終わっていいかな?「あらせられる人はあら、はい、せられる人はいやもう本当にうわさに敏,敏感でさ例えば今日なんかはですねその Twitter でですね あの変なハッシュタグが流行ってですねあのあの画像障害だっけな,なんとか通信障害違う通知障害とかっていうのが出ててで通知障害らしいので僕のコメントが見えてたら「いいねをしてください」とかっていうのがアホみたいにそのトレンドワードでうわーって出てるの。 わあバカがいっぱいだと思ってバカで荒らせられる方がいっぱいだと思ってあのそれを書かずにおられないのですかあなたたちはと、うん、なんか画像が見えたらリツイートしてくださいとか何かやってるのを見てはあと思いましたなんかね今ツイッターが障害出てるらしくていろいろねその噛み合わないサービスをやってたりとかするから。 その,その反動でなんか出てるらしいんでそれ,それを遊んでるんだけどその遊んでる知能の低さとその文章力の低さよと思ってた例えばニコニコ動画なんかで僕頭悪いコメントだなと思うのが「今見てる人挙手」とか <laughs> あの「23歳の人挙手」とかさ言ってるのすげえバカだなと思うんですよ。<laughs> 何がしたいんだろうなこの人って思ってでそれ聞いた人も別にもう一回この動画見に来るわけでもないのにそれに乗ってみんなカタカナの「ノーとかさ俺25歳とか言ってみたりとかして動画と全然関係ないんだけどなんかちょっと人気な動画とかってたまにそんなバカなのコメントとか残ってるんですよバカだなと思うわけですよ何の脈略もなくて あの空気も読まないからそういうことができるんだけどあーまあそんなことがあるので、うん、うちの生放送にはそういう頭の悪い人が来ないのであり <laughs> がてえなと思います今見てる人」とかって <laughs> あのし「お前は何の仕切り屋だ」って思うんですけどいらっしゃらないのは本当にありがたいななんて思ったりもします。というわけで今日は。 以上です。ゲームの話するとやっぱりね長くなって雄弁になってしまって申し訳ないですけどまあ今日は「ファイナルファンタジー12」がいかに好きかという話ができたのでだいぶいいかなと思いますじゃあさよならさよなら